俺の名前は古賀英吾。何の変哲もないごくごく普通のサラリーマンをしている24歳だ。今日もお仕事頑張ってね。私は結婚式場との打ち合わせに行ってくるから、何もこっちのことは気にしないで。いつも任せちゃって申し訳ないよ、本当。次は俺も行くから、打ち合わせ日程を土日にしてもらえたら助かる。どうしよっかな。おいおい、頼むよ。俺は妻の伊豆穂と席は入れているが、式自体はまだ挙げていない。結婚して1ヶ月、毎日ラブラブで幸せだ。はぁ、今日も仕事疲れたわ。ったく、なんだよあのクライアント、言ってることがこの前とまるで違うじゃないか。その日も俺はブツブツと文句を言いながら自宅までの道のりを急いでいた。あの人のせいで倍疲れた。帰ったら伊豆穂に癒してもらおう。マジであいつがいなかったらとっくに心折れてたわ。帰宅した後のことを想像する俺、それまでしかめっ面だった自分の顔が徐々に緩みを取り戻すのがわかる。ほーらよっと、スキップでもしちゃえ。ああ、ダメか。編集者に間違われたら嫌だから、普通に帰ろう。変なことを言っているように思われるかもしれないが、社会人をやっていると自分で自分の機嫌を取ることがいかに大事かわかる。まあ少なくとも他人に切れ散らかすよりはよっぽどいいよな。あ、そういや下山さん、今日もめちゃ切れてたわ。ああ。ん、はい。俺がテンションを上げていると後ろから突然誰かに肩をつかまれた。何事かと思って後ろを振り返ると、そこには柄の悪い男が複数人いる。何でしょうか。お知り合いではないですよね。知り合いに見えるか。面白いことを言う兄ちゃんだな。いや、別にふざけてるわけじゃないんですよ。あの、それなら俺には用事とか何もないだろうなと思いまして。もしかして道案内とかですか。俺すんごい方向音痴なんで、交番に頼んだ方がいいですよ、なんつって。はぁ、俺らが道に迷いそうな顔に見えてるってことか。ずいぶんと舐めてくれてんじゃないか、兄ちゃん。いや、そういうことではなくてですね。じゃあどういうことだ。ああ、もう俺が逃げたいのわからないんですか。表情に思いっきり出てると思うんですけど。自分の裏の気持ちがなかなか伝わらないもどかしさ、仕事でのストレス、早く帰りたい気持ち、恐怖、様々な感情が入り混じった俺は、とっさに先のことを考えずに大きな声で叫んでしまう。あ、やべ。ずいぶんとまあ、威勢のいい兄ちゃんじゃねえか。俺は別にそういう兄ちゃん嫌いじゃねえのよ。でもな、今回声をかけたのは全く別の用事で。男はそう言って俺のスーツを力いっぱい掴んだ。その拍子で俺の体がぐらつく。いって、その拍子に地面に倒れ込んでしまった俺。昼間の雨でできた水たまりから泥が跳ね返り、スーツが汚れてしまう。上等なスーツが汚れちまったな。お前まだ若いだろ。それなのにそんなスーツ着てるってことは、いいとこの坊ちゃんか、よほどの高級取りだろ。なあ、金を持っているんだろ。え、金？そうに決まっているだろ。俺らはな、北組のヤクザっつんだ。組長である北和樹さんから金を奪えって命令されていてよ。そこでお前を見つけてよ。これがまたラッキーってわけだ。北組って、あの、あや、聞いたことあんのか。聞いたことあるもん何も。俺は
妻に聞いた話を脳内で思い出していた。ねえ、英語は知ってる？北組のこと。いや、知らないけど。そうだよね。その北組なんだけどさ、最近めっちゃ評判悪くてさ、平気で一般人に手を出したり、女の人をホテルに連れ込んだりするんだって。最低だよね。英語もさ、夜中まで仕事することもあるんだし、マジで気をつけてね。最悪だわ。何が最悪なんだ。男はニヤニヤと笑いながら鉄パイプを手でポンポンと叩く。やばい。会話に夢中になっていて気づかなかった。彼の手には初めから鉄パイプが握られていたということを。兄ちゃんはよ、喧嘩ってしたことはあるか？ない。だな。じゃ、殴られたこともねえのか。ない。俺の返答を聞いた男たちは顔を見合わせてニヤニヤと笑った。そしてそのうちの一人が俺に鉄パイプを振り上げてくる。だってよ、これから言葉も発せないほど辛くなっていくぜ。それが嫌なら金を出すことだな。金？その後も俺はどんどん鉄パイプで殴られている。命がなくなる前に金出せガキ。わかったわかった、だからちょっとやめて。殴られながらも俺は一生懸命に頭を巡らせる。待てだ、なんか考えはあんのが？ あるから。じゃあ3分だけ待ってやら。俺はボロボロになりながら懐から携帯電話を取り出した。そして素早く電話番号をタップする。ごめん、イズホ、緊急事態。え？どうしたの？北組にやられた。北組ですって？今どこにいるの？駅前のコンビニ近くの道、鉄パイプで殴られて、もしかしたら命もやばいかも。金よこせって言われてる。金ですって？あんなクソどもめ。わかった、そいつらには結婚式費用を持っていくって言って、できるだけすぐ行くからもう少し頑張って。ごめんね。電話を切ると俺はその場にゴロンと横になる。殴られたところの痛みが全身に回る。妻が結婚式費用を持ってきてくれるみたいです。少しだけお待ちください。よりによって結婚式費用かよ。まあいいわ、お前と遊びながら少しなら待ってやるわ。幸せのお裾分けってか？遊び？うわ！男たちは再び俺を殴る手を再開させた。ボコボコという鈍い音が自分の体中から響く。ああ、このスーツ、伊豆穂の父さんが買ってくれたやつなのにな。もうこんなにボロボロだ。就活の時から大事に着ていたから、思い出がいっぱい詰まっているやつなのに。殴られながら俺の脳内には過去の出来事が次々と蘇ってくる。はじめまして、私松岡伊豆穂って言います。よろしくね。ねえ、噂で聞いたんだけど、英語くんって私のこと好きなの？もしそれが本当ならめちゃめちゃ嬉しいなって思って聞いてみた。あの、私は英語くんのことが好きなんだけど、付き合わない？お父さんが英語くんにプレゼントをしたいみたいで、何がいいかな？そろそろ就活だからスーツとかどう？え？お金？お金なんて気にしなくていいよ。お父さんも英語が本当に欲しいものをあげたいと思うし。え？結婚？私と？ありがとう。超嬉しいよ。ずっと一緒にいられるね。脳内に浮かんでくるのは、伊豆穂のことばかり。ああ、俺はどれだけ伊豆穂のことが好きなんだ。でも、
これはもしかしたら走馬灯っていうやつなのでは。こいつ独り言をブツブツ喋ってやんの、ガチ気色悪い。男たちが俺を嘲笑う声も聞こえるが、それももうどうでもいい。薄れゆく意識の中、そんなことを考えていると、遠くの方から聞き慣れた大好きな声が聞こえたのだった。英語、大丈夫？あ、イズホだ。イズホの声だ。時間にして多分30分ほどは経過していたであろう。ようやく嫁の声が聞こえてきたため、俺の涙腺は思わず緩む。英語さん、うわ、ひどいぐらいボロボロじゃないすか。相当やられましたね。これ、かわいそうに。みつきさん。いずほの背後からひょこっと顔を出したのは、俺がよく知る男だった。そしてさらに、いずほの背後には、スーツを着た黒い集団もいる。英語さん、立てますか？いや、ちょっと、無理かもです。わかりました。帰りは、俺がおぶって、家まで送りますね。それは、ちょっと。冗談です。ちゃんとそばで、車を待機させているから、安心してください。そうっすか。みつきさんはこんな時も通常運転だな。俺はほっとしてみつきさんやいずほに微笑む。その時、俺は集団に混じって縄でくるまれている男が二人いるのを見つける。親父、若、大丈夫ですか？てめえら、親父と若に何してくれてんだよ。顔が腫れてんじゃねえか。何してくれてるっていうのはこっちのセリフよ。うちの旦那に手を出しやがって。いずほはひるむことなく男たちに向かって叫ぶ。まったく本当に頼りになる嫁である。てめえら北組ヤクザだろ。だからてめえらがやったことの責任を上二人につけてもらったというわけだ。どうだ、ボコボコになって捕まった二人を見た気分は。だって、若と親父を話せとしか思わねえや。ま、そうだよね。でも、俺らも松岡組として黙って引き渡すわけねえんだわ。なんたって、うちの大事なお嬢の旦那がボコされたわけだからな。お嬢ともども、俺らも腹が立っているわけなんだわ。そう。実は、いずほは、松岡組という、ヤクザ組織の組長の一人娘である。そして、みつきは、松岡組の若頭なのだ。は、松岡組だと？そうそう、松岡組。何ビビってくれちゃってんの？ビビってなんかねえんだわ。松岡組とは、裏社会に少しも詳しくない当時の俺でも知っていたほどの有名なヤクザだった。いずほがその松岡組の関係者だと知った時には腰が抜けるほど驚いたことを昨日のことのように思い出せる。英語。いずほ、大丈夫だからそんなに泣くな。大丈夫なわけないじゃない。こんなにボロボロになって。もう早く帰りましょう。そうしてくれると助かるかも。結構体中痛くて。だよね。あーもう。いずほは俺の体を支えながら悔しそうにそう叫んだ。そしてその体勢のままギリッと北組の組長と若頭をにらみつける。あんたたち、今日は夫の怪我の具合も鑑みてそのまま解放してあげるわ。その程度の怪我で済んだことを感謝してほしいくらいだわ。ったく、随分な言い草だな。先に手を出してきたのはそっちよ。あんたたち組長や若頭など上の人間には下の者を管理する責任があるんだから、次何かあったらどうなるか分かってんでしょうね。口の達者なお嬢ちゃんだな。ぐだぐだと喋ってないで返事をしなさい。
伊豆穂は捕まっている北組組長に向かって大声で叫ぶ。しかし彼はニタニタとした表情のままで返事をしようとはしなかった。それを見かねた美月さんが伊豆穂と北組組長の間に割って入る。ま、北組組長さんよ。あんたらが何を言おうが、今日お前たちが松岡組に喧嘩を売ったという事実がある時点で、有利なのはこっちだから、あんまり舐めてんじゃねえよ。彼はそう言って北組組長と若頭を縄につないだまま北組の連中に向かって投げるように渡した。そして彼らを鋭い目つきで睨みつける。今日のことは土下座で済ませてやるよ。さ、今ここで死な。なんだと、もしかして若と親父にもさせるつもりじゃねえだろうな。え、当たり前じゃない。ちくしゃー。いい、やる。お、親父。そう言って縄につながれたまま真っ先に土下座をする北組組長。それに続くように後ろの組員たちも一斉に土下座をする。はいはい、よくできました。これに懲りたら二度と同じことをするんじゃねえよ。ちくしゃー。車に乗せられる時、俺の耳には北組ヤクザの悲痛な悲鳴のような声が響いたのだった。あの事件から1ヶ月、俺と伊豆穂は松岡組に来ていた。理由としてはどうしてもスーツのことを謝りたかったのと、結婚式のことについてお父さん松岡組長に相談したいことがあったから。たった今、お久しぶり。みんな元気してる？こんにちは、お邪魔します。わーい、お嬢と英語さんじゃん。お久しぶりっす。二人は今日も仲が良さそうっすね。尊いっすわ。みつき、マジでそのテンションやめて。いいじゃないっすか。俺、お二人の親衛隊っすもん。あ、親父、もう組長室で待ってらっしゃいますよ。俺、お茶入れて持っていきますから、先に行っててください。了解。ありがとう、みつき。パタパタと小走りでキッチンへ向かう彼を見て、俺はぼそっとつぶやく。みつきさんって、本当戦う時とギャップ激しいよな。まあね。でも、ギャップっていうか、自分でスイッチ切り替えてんじゃないかな。彼とは幼馴染だけど、元の美月は家にいる時の美月だよ。へえ、そうなんだ。そして俺と伊豆穂は組長室にたどり着いた。中に入ると松岡組長が俺たちを笑顔で出迎えてくれる。久しぶりだな。この前は大変だったな。美月から詳しく聞いたぞ。まったく北組の奴らには困ったもんだ。本当よ。もし次何かあったら手加減しないで滅ぼしちゃってね。お前も変わってないな。それから俺たちは他愛のない話から結婚式の話題など様々な会話を交わした。そういえばお父さんに買っていただいたスーツをダメにしてしまいました。大変申し訳ありません。そして俺は自分の中での本題を切り出した。彼は俺の言葉を聞いて大きく目を見開く。ああ、知ってるよ。まさか自分から言ってくれるとはな。思ってなかったがな。気まずいだろうに、わざわざ言ってくれてありがとな。いえ、ただの俺の自己満なんです。むしろ嫌な気持ちにさせちゃってたら、本当にすみません。なーに、嫌な気持ちにはなっていないさ。それより俺がプレゼントしてから3年以上かな。そんな長い間大事に大事に来てくれたことを俺は嬉しく思うよ。お父さん。俺が思わず松岡組長の顔を見ると、彼は朗らかな表情を浮かべていた。それを見て俺は大きなため息をつく。なんだなんだ、怒られると思っていたのか。いや、怒られるっていうか、
嫌な思いにさせちゃうだろうなと思ってたので、こうやって穏やかに対応してもらえてすごくほっとしたのが本音です。素直だなお前は。松岡組長の大声が室内に響く。そしてそれを合図にするかのように組長室の扉が開いたのだった。お待たせしました、お茶持ってきましたよ。そして俺たちは美月さんも交え和やかな時間を過ごした。伊豆穂も穏やかな顔で笑っており、俺はそれを見てほっとする。しかしそんな穏やかな時間は長くは続かなかった。大変です親父、若き北組の奴らが来ました。はあ、どういうことだ、手短に説明しろ。北組長北和樹が門の前に組員を大勢連れてきているんです。すごい大声で怒鳴ってまして、しかもハンマーとか持ってるんですよ。なるほどな、門を壊そうとしてんのか。そうなんす、恐ろしい。ガタガタと震えながら組長室に飛び込んできた組員。俺はそんな彼の姿を見て思わず唾を飲み込む。みつき。はい。おい、お前も一緒に行くぞ、案内しろ。はい。みつきさんはガタガタと震える組員の背中を叩き、彼を正気に戻していた。やはり美月さんはすごいなと思う。俺も黙ってはいられないから門の方へ行く。伊豆穂、お前が英語くんを守るんだ。俺の娘ならこういう時どうすればいいかわかるよな。もちろん、家の中のことは私に任せて。怪我しないで戻ってきてよね。結婚式に来れないなんてことになったら大変なんだから。上がっているよ。俺と伊豆穂の二人だけになった組長室。一気に静かになったため、遠くからの叫び声がかすかに聞こえてくる。ごめんね。この前からうちの組のことに巻き込んで。そんな時、少し悲しそうな表情でボソッとつぶやいた伊豆穂。俺はそんな伊豆穂の方に勢いよく振り返る。何言ってんだよ。そもそもこの前のきっかけは俺が北組に絡まれたことだし、松岡組の皆さんは全然悪くない。伊豆穂が謝ることは何にもない。むしろ伊豆穂や皆さんがかわいそうだろ。だってせっかくの帰省でこんなことになってんだから。まあ帰省って言っても近所だけどね。距離なんて関係ないよ。毎日帰れないってことには変わりないもの。俺の言葉に伊豆穂はふふっと優しく笑った。そんな彼女を見て俺はとある提案をする。なあ、俺も心配だからさ、ちょっと様子見に行かない？はあ？伊豆穂はそれまでに聞いたことのないような声を出したのだった。そして俺たちは安全第一という伊豆穂の考えのもと、庭が見える部屋に移動してきていた。ここなら家の中全体の様子もわかるし、ギリギリ茶花の玉が飛んできたとしても隠れられる場所がたくさんある。すげえ。うん、ありがとう。でも英語、もし見てて気分が悪くなったらすぐに目をそらしてね。ほんとヤクザ同士の構想って綺麗事じゃないから。うん、わかった。冷や汗をかきながら伊豆穂に返事をすると、俺は庭の方へ視線を移した。いつの間にかボロボロになった門が無理やりに開かれ、外から北組のヤクザたちがドドッと流れ込んでくる。おら、この前は随分と世話になったな。ざけてんじゃねえよ。今日はてめえら全員をぶっ潰すまで帰りはしねえよ。そんでもって明日からはここは北組の土地だ。おやじ、かっけっす。おい、この前俺をボコした若頭、出てこい。まずはてめえからだ。
俺に手を出したことをあの世で後悔するんだな。北組組長はそう叫んで美月さんを指さした。美月さんはやれやれと言った様子で頭を抱える。あんたらさ、マジで懲りないよね。何回やられたら気が済むの？それともあれ、バカはなんちゃらしないと治らないって言うよね。もしかしてここに来たのって治療目的ですか？だと？だってさ、この前も俺たちに組に入られて、そんであっという間にボコされてすぐに連行されちゃったじゃん。俺あん時思ったのよ。あー、組長と若頭の割には弱いなーって。それに北組の警備もバカに貧弱だなーって。そんなこと初めてあんたらとドンパチやった俺でもわかるくらいなのに、自分自身のことって気づかないんだなーと。美月さんはそう言って北組組長に向けて鼻で笑った。北組組長の眉がピクッと動いたのがわかる。てめえ、親父になんて口の利き方すんな。それにすげえ舐めてやがって。ピンポーン、あったり。俺舐めてます、あんたらのこと。だった？あれ、ダメだった？舐める舐めないは俺らの勝手だと思うけど、別に許可取る必要とかないよね。美月さんはそう言うとケラケラと笑った。不思議そうにそんな彼を見る俺に向かって隣にいた伊豆穂が説明をしてくれる。美月はね、優しいの。でも戦うときはその優しさが大きな武器になる。え、優しいから戦いは苦手とかそういうんじゃないのか？まあ確かにそういう考え方もあるわよね。だけど逆に言うと、優しい人は相手の嫌がることを熟知しているっていうことでもあると思う。だから美月はあえて相手の嫌がることを言って相手の心に揺さぶりをかけるのよ。隙を作らせるためにね。なるほど。そうか。相手が嫌がることや傷つくことをよく知っているからこそ、そこを突くってことだな。さすが美月さん。確かに嫌だわ。嫌なことをズバズバ的をついたように言われんのは。でしょ？美月はすごいやつなのよ。俺は再び庭の方に目線を移した。ちょうど北組組長が松岡組長に拳を振りかぶったところだった。てめえもさっきから黙ってねえね。この部下のしつけなんとかしろ。善だよ。うざいというのなら、俺にとってはお前の方がうざいんだがな。うちの大事な娘の旦那をボコしやがって。まあ直接ここまで来てくれたことには感謝するわ。おかげで俺の中に溜まってた鬱憤を思う存分晴らすことができる。うん、なんだと？松岡組長と北組組長の殴り合いが始まった。殴り合いとは言っても、松岡組長は全ての拳を避けている。すげえ、何も当たってねえ。すごいでしょ、お父さん。昔からボクシングやってるからね。そこそこの攻撃くらいだったら全然当たらないと思うわよ。松岡組長は北組組長の頬に力強いパンチを入れる。それがよほど重かったのか、彼はドスンという効果音がつきそうなほど激しく吹き飛んだのだった。親父、さすがっす。よーし、俺も親父に負けてられねえわ。ほーらよっと。こいつ、つえー。俺のこと、口だけのやつと侮ってたら後悔するよ。俺も一応若頭だしね。それなりの実力はあんのよ。強くってごめんね。これだけ？まだまだやろうよ。美月さんも素早い動きで北組ヤクザを殴った。
次々と彼に襲いかかるヤクザたちもいるが、彼は容赦なくそのヤクザたちを蹴散らす。どうしたどうした？そっちの方が人数多いんだから、どんどんかかってきてもいいんだよ。これで終わりなのはやたら寂しくない？どうよ、そっちから来ないならこっちから行くぜ。嘘だら、こいつ化け物だ。クナ、あー、面白い。俺は彼の動きを見て息を呑んだ。喧嘩については全くの素人である。武術なども習ったことはない。だがそんな俺から見ても、北組ヤクザと美月さんの力の差は容易に把握できた。親父、こっちは大方片付きました。援護いたします。おお、早いな。さすがだ。頼んだぞ。はい。美月さんはそう元気よく返事をすると、北組組長の背後にいた北組若頭に目をつける。お前さ、本当に若頭？この前から思ってたけど、全然喋んねえじゃん。もしかして恐怖で喋れなかったとか？そうだとしたらバカに貧弱じゃん。ヘタレっていうの？ね、見たところまだ全然若いよね。戦いにも慣れてないんじゃない？そんなことはない。なら遠慮しないで行くよ。そして美月さんは北組若頭に向かい、手に持っていた茶花を向けた。北組若頭はそれを見るとヒーッと大きな悲鳴を上げる。ほらほら、やっぱり戦闘慣れしてないじゃん。ちょっとかわいそうなんだけど、俺も仕事なんで。ドーンってね。うわあ、痛い痛い、やめてくれ。やめないよ。茶花の玉が地面のあちこちに穴を作っていく。あっはっはっは、美月のやつ楽しんでやがる。俺もそろそろ本気でてめえをぶっ潰すかな。畜生。松岡組長も懐から茶花を取り出した。そして北組組長に向かってドカドカっと打ち続ける。いって、くそ、歩けねえじゃねえか。それを狙ったからな。もうてめえをこの組から外には二度と出さねえよ。くそ。心なしか北組組長はどこか諦めた表情を浮かべているように見える。なあ、北組組長の足、怪我してるよな。やべえんじゃねえの。この辺りで終わることってねえの？残念だけど、お父さんが外に二度と出さないって言ったら、多分そういうこと。私、お父さんがそう言って組に帰ってきたヤクザを見たことない。マジか。俺はブルッと身震いした。心臓がバクバクと動き、体中のあちこちから嫌な汗がブワッと吹き出てくるのを感じる。私たちヤクザってそういうもんなの。伊豆穂は遠い場所を見るような目で庭を眺めたのだった。俺たちがそんな会話をしている最中にも、庭から響く茶花の発砲音は鳴り止まない。あ、そろそろかも。え、そろそろって、うわっ。俺は庭の方を見て思わず大声を出してしまった。それを伊豆穂に制される。こら、静かに。だって庭が真っ赤か。そりゃそうよ、茶花で打ちまくってるんだから。一体今生きている敵側の組員は何人いるのかしらね。そんな。俺は思わず大きく息を吸い込んだ。そして覚悟をして庭に視線を戻す。悪い悪い、前は加減してやったけど今回は無理だわ。こんなになっちゃったね。あれ、まあかわいそうに。苦しいよね、そんだけボコボコになったらね。仕方ないから、最後の締めまで責任持ってやってあげるよ。ね、親父、いいですよね？ああ、構わない。
なんてことだ。美月さんはニヤッと笑みを浮かべると二人に向けて茶化を向けた。先ほどまでの乱れ打ちとは違い、今度はきちんと目標を定めている様子だ。俺の大事な可愛い弟分に手を出した報い、しっかりと受けるんだな。後悔はあの世でしろ。じゃあな。うわ、やめろ、やめろ。おやじ。そして茶化の玉が二人の脳天をきれいに打ち抜いていった。彼ら二人は糸が切れたようにその場から動かなくなる。終わったのか。うん、そう、終わったわ。俺はしばらくその場から動けなかった。どれほど時間が過ぎただろうか。俺は伊豆穂から声をかけられて我に返った。大丈夫？もう終わったよ、全部。ふと庭を見てみると、庭では松岡組の組員の人たちがホースで水を流しながらきれいに掃除をしているところだった。もう北組組員たちの姿は誰一人として見られない。お嬢、英吾さん、怪我はなさそうだね。大丈夫？うん、大丈夫。あれ？英吾さん、だいぶぼーっとしてるけど平気？ああ、うん。ちょっとショックを受けちゃったみたいで。伊豆穂の言葉に美月さんが俺の顔を覗き込んできた。俺はそれでハッと我に返る。美月さん、北組の人たちは帰ったんですか？どうなったんです？ああ。誰一人いなくなっていると思って。自分の声が徐々に小さくなっていくのがわかる。それに対し美月さんは何も言わず、俺の頭をぐしゃっと撫でたのだった。そして、あれから早2ヶ月が過ぎた。お嬢、英吾さん、結婚おめでとうございます。伊豆穂、綺麗だぞ。幸せにな。お嬢、英吾さん、お二人とも大好きっす。これからも組に遊びに来てくださいね。英吾さんもイケメン。マジで美男美女。そう、今日は俺と伊豆穂の結婚式だった。きらびやかな場所で永遠の愛を誓い、そしてみんなに心から祝福される。間違いなく俺は今日、世界中の誰よりも幸せだった。美月さん、号泣しすぎですって。だって、小さい頃から妹みたいに思ってたお嬢と、実の弟みたいに可愛い英吾さんの結婚式ですよ。これで泣かない方が無理ありますって。美月さん、ここにティッシュありますから、ぜひ使ってください。ありがとうございます。英吾さん優しい。目の前で鼻水やら涙やら流す美月さん。この人が2ヶ月前の構想で大活躍したとは誰が思うだろうか。この人、切れたらあんなにやばいんだもんな。ほんと、人は何重もの皮をかぶっている。深く付き合ってみないとわからんものだな。俺は目の前の美月さんを見ながらそう思ったのだった。一方で、あれから北組は解散となった。また今日も北組の残党がうちに喧嘩売りに来ましたわ。組が潰れたっていうのに、ほんと懲りないですね。で、どうしたの？もちろん即捕まえて粛清対象です。あいつらからの攻撃が続く限り、これは終わりませんよ。まったく大変な世界とつながったなと自分でも思う。しかし俺はその大変さよりも、伊豆穂や美月さん、そして松岡組長が大好きだ。美月、一生幸せにするからな。うん、ありがとう。大好き、英語。俺も。俺と伊豆穂は温かい口づけを交わす。周囲には黄色い悲鳴が響いたのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は川添大地。
本家川添組の次期若頭だ。俺の女房は川添組会長の娘で組の幹部と来ている。女が幹部というのはあまりメジャーな話ではないが、会長の娘ともなればそれも当然のことだろう。その女房もガキの頃は俺と変わらず暴走グループに入っていたらしい。おかげで肝はかなり据わっている。だからこそ女房が幹部になっても組員の誰も文句を言わないわけだ。だが俺の女房が組の幹部だと知らない奴もいるらしく、ある日組から出たところを連れ去られてしまった。まさか連れて行かれたなどとは思いもしない俺は、いつものように仕事を終え家に戻った。ところが夜になっても戻ってこない。こんなことは初めてだっただけに、俺は何かあったのではないかと焦り、組員総出で一晩中探し回った。ところが女房の姿はどこにもなかった。組員が疲れ果て事務所に戻ってきたのは翌日の昼過ぎだった。一体どこに行っちまったんだ京子。俺ばかりか、会長や組員も女房のことが心配で仕方がなかった。そんな時俺のスマホが鳴った。京子、京子か。おい京子、どうしたんだ。一生懸命呼びかけるが、苦しそうな息遣いが聞こえてくるだけでなかなか声にならないらしい。やっと声が聞こえた時にはまさに虫の息という感じだった。俺は居場所を聞くとすぐに車を走らせ女房の元へと急いだ。ついてみるとそこは河原で草の生い茂る場所だった。京子、どこだ、どこにいる。京子、声を出せ。俺は力の限り女房の名を呼び続けた。すると草の中、誰かが横たわっているのが見えた。俺は急いで駆け寄ると、それはボコ殴りにされボロボロになっている女房だった。おい、どうしたんだよ、なんでこんな。あなた誰にやられた。カジキ恭平。カジキ、カジキ組か。なんで、なんでこんなことになったんだよ。昨日組の前出たら後ろから殴られて事務所連れて行かれた。途切れ途切れに語る女房はなんとか言葉を紡いでいたが、あまりに苦しそうで俺は悔しくて思わず涙がこぼれそうになった。だが泣いてなんかいられない。女房をこんなにした奴を俺は許すことなんてできない。おい、救急車を呼べ。俺はカジキ組に乗り込む。すると幹部の一人が救急車を呼び、残りの幹部が俺と共にカジキ組へ乗り込むこととなった。カジキ組に到着すると門を入ったところに数人の男がたむろしていた。ワイワイとかなり楽しそうだ。昨日の女は最高だったよな。年はそこそこだがいい体してやがる。あのまま河原に捨てずにもうしばらく楽しみたかったがな。さすがに川沿いを出入りしている女だからな、深追いは厳禁だろうよ。こいつが京子をやりやがってやつか。俺は笑いながら女の話をしているそいつに近づいていった。すると他の男たちは俺を見て青ざめた顔をしたというのに、こいつだけは俺をガン見してきたのだ。
こいつは俺のことが分かってねえのか。俺は両手をズボンのポケットに突っ込んだまま男に声をかけた。すると男の方も俺の態度が気に入らないのか腕を組んで胸を張ってみせた。よう、カジキ強兵はいるか。ああ、てめえは誰だ。誰でもいいんだよ。カジキ強兵はてめえがよ。はあ、確かに俺が強兵だ。俺に何の用だ。てめえが昨日いたぶってくれた女の亭主だよ。は？なんだよ、あの女の男かよ。河原に捨ててやったからあのまま織田仏かと思ったのに、うまいこと生きてやがってか。ふざけるな。てめえは女房はあの世に送るつもりだったってことかよ。ほう、嫁は最高だったがな。俺らがやったってことがバレたら面倒だ。だからたっぷり遊んでやったからあの世に送ってやろうと思ったのさ。だがな、見つかっちまったらしょうがねえや。警察呼んだら組長の親父に命奪われるからな。おとなしく帰りなよ。なんだと。なんだよ、この貸し組の強兵様に可愛がってもらったんだ。文句はねえだろうが。ふざけたことを抜かしやがって。てめえ、俺の女房をどうして連れて行きやがった。おお、それかよ。川沿いの事務所に行ったら女が事務所から出てくるじゃねえか。年は言っているようだが結構な美人だ。どうせ下っ端の嫁だろうからよ。使ってやったのさ。下っ端の嫁だと。そうだろう。ヤクザの事務所に出入りしてるんだ。手伝い程度の女だろ。そんなもんは使ったところで問題はねえだろうが。確かカジキ組っていうのは最近傘下に入ったばかりだったよな。ああ、その通りだぜ。傘下とは言ってもうちは強い奴らが揃ってるからよ。これからは何かあればこのカジキ組が力になってやろうぜ。てめえ、俺が誰なのか分かってねえのかよ。知るわけがねえだろうがよ。女房を事務所に送り込むような下っ端のことなんて知ってどうすんだよ。どうせ川沿いの事務所でもいいように組員のおもちゃになってるんだろ。そうやって自分の女を出世の道具にしようってんじゃねえのかよ。その程度のことしか考えられねえような野郎は下っ端と相場は決まってるのさ。俺が自分の女をそんなことに使うと思ってるのか。ああ、思うね。そういう面してるじゃねえか。どうせどこにいても使われるなら俺らで使っても問題はねえだろ。それとも自分の組の奴らに使わせるのはいいが、俺らに使われたのは腹が立つってか。てめえ、ふざけたこと抜かしやがって。俺の女房をボコボコにしてただで済むと思ってるのかよ。おいおい、下っ端が何息巻いてんだよ。別に女なんかどうでもいいじゃねえか。他にもいくらでもいるんだからよ。なんなら俺の女を貸してやろうか。女なんてのはその程度のもんだろ。どこまで腐ってやがるんだよ。ああ、やんだ、いくら本家だからってよ、口の聞き方には気をつけた方がいいぜ。俺は組長の息子なんだ。末はこの貸し木組の組長になる男だぜ。その俺に偉そうな口は聞かねえ方がいいや。後々面倒なことになるだろ。ま、これは忠告ってやつだ。そうか、てめえは組長の息子なのか。ああ、そうだよ。だから俺が何をしようと問題はねえんだよ。
あんたが本家の幹部だって言うなら、俺もちょいと考えねえとならねえがよ。どう見ても幹部って顔じゃねえもんな。しかも、仲間を引き連れてやってきやがって。よっぽど俺様が怖いってことだろうが。一人じゃ乗り込んでくることもできなかったんだら、情けねえ野郎だな。おお、そこまで腐った考え方とは、驚きだな。何が腐ってるって言うんだよ。あんまりバカなことは言わねえ方がいいぜ。このカジキ組の中で、俺に盾つける奴はいねえんだ。ってことは、あんたがここから出ていくことができなくなるってことだ。人の縄張りに入ってきたら、その辺のことを意識した方が身のためだ。なるほど。よくわかったぜ。ところで、あんたが俺の女房をいたぶってくれたことだが、カジキの組長は知ってるんだろうな。知らねえよ。昨日は組長が出かけてたからな。ま、いたらいろいろとうるせえからよ。こういうことは、組長がいねえ時にやるのさ。そうすりゃ、みんなで楽しめるだろう。たまには組員にも、いい思いをさせてやらねえとな。そうかい。そいつはよかったぜ。いくらなんでも、組長までクソだと、このカジキ組も、潰すしかなくなるからな。はあ？このカジキ組を潰すだって？何をバカなことを言ってやがる。そんなことができるわけねえだろうがや。さあな、そいつはどうかな？てめえは、よほど頭がおかしいらしいな。まあ、そうか。女房をやられちまったから、頭がいかれちまったのか？だとしたら、一人の女に執着しなけりゃならねえほど、てめえは女にモテねえってことだよな。かわいそうな野郎だぜ。かわいそうなのは、カジキの組長だろうな。いや、もしかしたら、てめえ自身かもしれねえや。俺のどこがかわいそうだって言うんだよ。こんなに恵まれてる俺様がよ。てめえのような下っ端はいろいろと苦労が多いだろうが、俺にはそんな苦労もねえや。それなのに、この俺様がかわいそうかよ。こいつは面白いや。てめえのおつむが空っぽすぎてかわいそうだってんだよ。人を人とも思わねえてめえがよ。そういう考え方だと後悔することになるぜ。なるかよ。俺には親父がついてんだ。しかも、カジキ組がバックにあるんだからな。てめえのような下っ端が怒ったところで、何も怖いことなんてねえや。いいか、世の中ってのはよ、喧嘩だけじゃねえのさ。バックに何がついてるか、それが一番でけえんだよ。残念だったな。てめえには何もなさそうじゃねえか。そうかい。まあ、今のうちにせいぜい、いい夢を見ておくんだな。後悔した時には、後戻りなんてできねえもんな。はあ？何余裕ぶっこいてんだよ。さっきから気に入らねえな。目障りだ。さっさと失せろ。ただし、警察なんか呼ぶんじゃねえぞ。警察なんか呼ばねえや。もっとやばい奴らを呼んでやるよ。なんだよ、もっとやばいって。いや、違うな。そんなのは服部だ。下っ端にそんなことができるわけがねえんだ。余裕ぶっこいてるから、つい焦っちまったぜ。焦りついでに、そこをどいてくれねえか。え？なんで？カジキの組長に話があるんだよ。京平はちらりと俺の部下を見て、一体何をしに来たのかと眉を潜めた。だが本気で俺を下っ端だと思っているのか、
どうせ何もできやしない、単なる使いなのだろうと思ったようだ。てめえのような下っ端が、うちの組長に何の用だ？要は組長に直接言うさ。俺は組長の息子なんだぜ。それはさっき聞いたさ。だから、俺にその用事ってやつを教えてくれや。何の用事なのかもわからねえのに、忙しい組長に会わせることはできねえや。てめえみてえだ。組長の息子ってだけで、他に何の意味もねえようなやつに何を話したらいいんだ？話すことなんて何もねえや。何？俺は、幹部なんだぞ。ああ、なるほど。組長の息子だから幹部になれたってことかよ。やっぱり意味がねえな。俺の後ろに立っている幹部たちが、俺の言葉を聞き、笑っている。それが気に食わないらしく、恭平は顔を真っ赤にした。猿みてえに顔を赤くしてんじゃねえや。組長に、川添大地が来たと伝えろ。川添大地？なんだそれ。てめえは、どこまでもバカなようだな。幹部だったら、本家の幹部くらい覚えておけ。てめえが本家の幹部だってのかよ。ああ、その通りだよ。そんなわけあるけ。本家の幹部が、こんなちんけな男のはずがあるかよ。それなら、人のことは言えねえだろうが。てめえだって、十分ちんけだぜ。何？だから、てめえと話してる暇はねえのさ。さっさとそこをどかねえと、いい加減に、俺の拳がてめえをぶちのめすことになるぞ。それでなくても、てめえはぶちのめしたいのを我慢してるんだ。はっ、てめえに、俺がぶちのめせるわけはねえや。偉そうに言ってやがるぜ。はぁ。俺は、どうしようもない怒りを抑えるように、深いため息をついた。だが、相手はそれがどんな意味なのかもわからないらしく、相変わらず、俺をバカにして、ヘラヘラと笑っている。こんなことをしている間にも、女房は苦しんでいる。そう思うと、とうとう俺は、怒りを抑えることができなくなった。そこをどけ。どくわけねえだろうがよ。どけば組長のところに行くんだろうが、俺がここにいる限り、そんなことはさせねえんだ。入りたけりゃ、俺を倒してから行くんだな。てめえ、本気で言ってるのか？ああ、もちろん本気だぜ。まあ、てめえに俺が倒せるわけはねえけどよ。その瞬間、俺の拳が火を吹き、恭平の溝落ちにめり込んでいた。突然の拳に驚き、まさか自分がこんな目に遭うわけがないと、苦痛に顔を歪ませながら、俺を睨みつけた。だが俺は、そんな恭平にさらに蹴りを入れると、倒れ込んだ恭平を足蹴にし、事務所へと入っていった。俺を見た組員たちは、驚き道を開けた。俺も部下たちも、カジキの組員たちに一別もせず、組長室へと進むと、ノックもせずにドアを開けた。おい、入るときはノックくらいし、ろ。俺を見た組長が驚き、立ち上がるが、その顔は確かに驚いているだけで、何かを隠しているようでもなければ、焦っている風でもなかった。これは、川沿いの大地さんじゃありませんか。どうして急に、今日は本家が来るなんて聞いていませんが。ああ、そうだろうな。俺も昨日のようなことがなけりゃ、来るつもりなんてなかったさ。昨日のようなこと。はて、
それは何のことでしょうか。じっくり話させてもらいてえもんだ。あ、はい、どうぞ。そう言った組長は俺をソファーへと案内した。すると座った俺の後ろに幹部が三人立った。この緊張感に梶木組長は何事かと身を引き締めた。あの何かありましたか。ああ、あんたの息子がとんでもねえことをしてくれたんだよ。え、俺の息子というと強兵でしょうか。その通りだ。あの男が俺の女房をここに連れ込んで組員たちで回してくれてよ。その上河原に捨てやがった。虫の息の女房は体中ボコボコだ。え、それは。あんたは昨日ここにはいなかったらしいが、こんなことは許せることじゃねえや。だからな、この落とし前どうつけてくれるのかと思ってよ。ちょっとすいません。どういうことなのか、教兵を呼びますんで。組長に呼ばれた教兵は、俺の拳の痛みが癒えたのか、腰をかがめることもなく、組長室にやってくると、俺を見て嫌な顔をした。なんだてめえ、俺をぶん殴っておきながら、ちゃっかり組長室に入りやがって。あ？ぶん殴った？どういうことでしょうか。あんたの息子が、この俺を下っ端と思い込んでね。事務所に入れてくれないもんだから、堪忍袋の尾が切れちまったのさ。そうでしたか。親父、こんな下っ端の話なんか、聞く必要はねえよ。さっさと追い出した方がいいぜ。え？下っ端？お前、まさかこの大地さんを、下っ端だと思ってるのか。もう、下っ端だろうが、どう見ても、役に立たねえ顔をしてやがる。ふざけるな。この方は、本家の幹部だ。え？本当だったのかよ。でも、こんな顔してる方が悪いんだろうが。そんなことはどうでもいい。てめえに俺がどう見えようと関係ねえや。組長さんよ、本題に入ってくれねえか。あ、はい。京平、お前は昨日何をした。昨日？大地さんの奥さんに一体何をしたんだ。ああ、あの女のことかよ。まさか本当にここに連れ込んで回したってんじゃねえだろうな。ああ、やったよ。でもよ、まさか幹部の女房だなんて思わねえだろ。組事務所から出てきたら、きっと下っ端の女だと思ったんだよ。それで、奥さんを回して、どうしたんだ。どうしたって。ボコボコにして、河原に捨てたってことだが、まさか、本当じゃねえだろうな。しょうがねえだろ。あのままにしておけば足がつくんだ。いくらヤクザの女だとしても始末しねえと川沿いがうるせえと思ったんだよ。バカ野郎が、なんてことをしてくれたんだ。こういうことだよ、カジキさんよ。こいつはさすがに許すことはできねえや。俺の恋女房を回した挙句にあの世に送ろうとしたんだからよ。申し訳ありません。この通りです。カジキ組は潰す。それはどうかご勘弁ください。組長は床に座り込むと土下座してみせた。床に頭をこすりつけ、なんとか組を潰すことだけは勘弁してくれと。何度も何度も繰り返した。それを見ていた京平は
これはさすがにやばいことになったと理解し、組長同様に頭を下げた。そんなに助かりてえかよ。はい、それは。組が潰れれば、組員の行くところがなくなります。そうなれば、悪いことをする奴も出てきます。ですから、どうか組を潰すことだけはご容赦ください。そうかよ。まあ、確かに組長の言う通りだよな。組を潰せば、今回のように悪さをする輩が野放しになる。はい、その通りです。金でけじめをつけさせていただけるなら、いくらでもお支払いいたしますので。そうかい。だったら、慰謝料をもらおうか。6000万だ。わかりました。6000万をお支払いいたします。それと、あんたの息子は破門にしろ。なんで？そんなの本気が決めることじゃねえだろうが。わかりました。破門にします。親父？もう一つだ。カジキ組は、参加から外す。え、それは、文句があるか？カジキのような組が、川添組の参加なんてのは、許すことはできねえんだよ。何せ、てめえの息子が回したのは、川添組会長の娘で、幹部なんだからよ。え？会長の娘さん。幹部なのは、あんたなんだろ？俺も幹部だが、女房も幹部なんだよ。つまり、てめえはとんでもねえ女を回したってことだ。本来なら、てめえはあの世に送られて当然だってことだ。嘘だろ。自分の女を回されたことも悔しいが、何よりも、生涯をかけて守ると誓った女を守ることができずに、てめえのようなガキにやられたことが一番悔しいんだよ。今回のことは金でケリをつけるが、もしこいつがどこの女であろうと同じことをしたら、その時は覚悟しておくことだな。二度はねえからな。はい、ありがとうございます。俺はそれだけ言うと、組長室を出て行った。すると部屋の中から、組長の怒鳴り声が聞こえてきた。なんてことをしてくれたんだ。相手が誰なのかも知らず、本気に出入りしている女を連れてくるなんて。しょうがねえだろ。下っ端の女だと思ってたんだから。まったく。お前は破門だからな。組から出て行け。そんな、マジかよ。俺がいなくなったら、次期組長がいなくなるんだぞ。それは仕方のないことだ。そうなったら、困るのは親父だろ。組が潰されるよりはいい。ちぇ、それで勝手に慰謝料6000万なんて決めてたけど、俺はそんな金ねえぞ。わかってる。その金は、俺が出してやるよ。そうか。ならいいや。でもよ、参加から外されるわけだろ。だったら、俺が破門になることはねえんじゃねえのか？なんでだ？だってよ、参加じゃねえってことは、川沿いとは関係ねえわけだ。ということは、カジキ組が何をどうしようと勝手じゃねえか。そんなことして、お前が破門になっていないと分かったら、今度こそ、組を潰されるってことだ。もう、おとなしく出て行け。それで、ほとぼりが冷めたら、また入ってこい。なんだよ、そういうことかよ。組長にそう言われて、組を出て行った強兵だった。これでしばらくはのんびりできると思ったらしく、
ラーメン屋で酒でも飲むかと足を向けた。ところが、酒を飲んでいるうちにどうしても納得がいかなくなってきた。なんで俺が破門されねえとならねえんだ？女を使ったくらいだよ。別に減るもんじゃねえだろうに。相手が幹部だったからか？でも、それだって知らなかったんだからよ。しょうがねえよな。そんなに幹部の女が偉いってんなら、名札でもつけておけばいいんだ。そうすりゃ俺だって、そんなのは使おうと思わねえ。そうだよ。俺が悪いんじゃねえんじゃん。わかんねえでやっちまったことなんだ。俺は全く悪くなんかねえ。くそ、面白くねえ。身勝手にも、そんな結論に至った恭平は、酒を煽ると、なんとか腹いせしてやろうと考え始め、俺が一人のところを襲ってやろうと思ったのだった。その頃俺は、やっと自宅にたどり着き、女房のいない家の中で、虚しさを感じていた。俺が帰れば、必ず女房がいて、俺を笑顔で迎えてくれるのに。それがいない寂しさは、どうすることもできなかったのだ。酒でも飲むか。事務所に戻る気にもならず、ウイスキーを棚から取り出すと、グラスに注いだ。それを喉に流し込むが、焼けるような喉の熱さが、妙にイラつかせた。あのガキ、本当なら、痛めつけるだけ痛めつけて、京子と同じ苦しみを味合わせてやりたかったのに。それから、あの世に送り届けなけりゃ、京子の無念が晴らせねえや。だが、組を潰したところで、カジキの組員たちが行くところを失っちまう。俺はどうしたらよかったんだ。考えても答えなど出ず、俺は河原で見た、女房のボロボロの姿を思い出していた。今さらどうにもならねえ。今、俺にできることは。俺はグラスを流しに置くと、鍵を手にして玄関を開けた。病院へ行き、女房のそばにいることこそ、俺のすべきことだと思ったのだ。ところが、ドアを押し、開けた時にそこにいたのは。恭平。よう。なんだ。あんたに謝りたくてよ。さっきは突然だったから、俺も頭が真っ白だったんだ。だから、ちゃんと謝ることができなかった。でも、今はしっかりしてるからよ。そう話す恭平の呼気からは、アルコールの匂いがした。謝るとか言いやがって、酒を飲んでたってことかよ。こいつ、どこまで俺をバカにしてやがるんだ。謝るかよ。てめえに謝られても、それが本心だとは思えねえや。何？本当に謝ろうと思うなら、酒なんか飲んでこねえだろうがよ。根本的に、てめえの考えは間違えてるんだよ。俺はもう、てめえの顔なんて見たくもねえんだ。帰ってくれねえか。そんなに怒るなよ。一人しかいねえ女がやられたからって、怒ることはねえだろ。さっきも言ったがよ。なんなら、俺の女を貸してやるからよ。てめえはどこまでバカなんだ？女房ってのは他の女で代用が効くようなもんじゃねえんだ。これ以上バカなことを言うと俺も我慢ができなくなる。ぶん殴る前に消えろ。なんだよ。俺は優しさで言ってやってるってのによ。
まさか傘下の奴にこんなことをされるとは思ってなかったが、こんなことを言われるとも思ってもなかったぜ。そんなこと言うなよ。俺は破門されたんだし、本当ならあんたに許しを請う必要もねえのに、こうして来てやったんだぜ。ここは大人同士ってことね。手打ちと行こうじゃねえか。俺はてめえと手打ちにするつもりはねえし、許すこともしねえ。俺にやられたくなけりゃ、俺の前に二度とその面を出すな。は、そうかよ。わかったよ。どうしても許そうって気はねえってことだよな。ああ、その通りだ。そう言った俺は、恭平を押しのけた。すると、恭平は俺の背後を狙ってきたのだった。だが、瞬時に察知した俺は、身を翻した。何しやがる？てめえが俺の謝罪を受け入れねえのが悪いんだろうが、俺がこんなに謝ってやってるって言うのによ。謝罪という言葉を使いはしても、まるで謝ろうという気持ちのない恭平は、ニヤニヤと笑みを浮かべ、握っている担当を俺に向けていた。なるほどな。カジキ組の謝罪ってのは、そういうことなのかよ。よーくわかったぜ。そう言ったとき、俺は担当を持つ手首を握りしめ、恭平を殴りつけた。倒れた恭平に馬乗りになると、我慢していた怒りが噴出し、俺の拳は、とどまるところを知らないように、次々に恭平の顔面を強打していた。無感情で打ち続けた俺が気がつくと、恭平はぐったりと力を失い、その場で動かなかった。あ、やっちまったか。こんなことくらいであの世に行かれたんじゃ、恐怖の痛みの半分だろうがよ。恭平の首筋に指を当てると、確かな脈を感じた。俺はほっとするものを感じ、カジキ組長に連絡を入れた。すると、驚いた組長がすぐに俺の家にやってきた。大地さ、うん、これは？倒れ込んでいる恭平を見た組長は、驚き、それ以上の言葉が出ないようだ。よう、あんたの息子っていうのは、どうしてこうも卑怯なんだろうな。謝りに来たって言うがよ、担当を腹に隠し持ってやがったぜ。だからこうして、ぶん殴ったんだが、俺も我慢の限界だぜ。申し訳ありません。なんてバカなんだ。ここまでだとは全く思いませんでした。あんたがどう思うとそれは構わねえや。だがよ、さっきはあんたの息子だと思うから、破門で終わらせてやったが、これで二度目だ。二度はねえと教えておいたはずなのにな。どうしようもねえや。確かに、その通りなんですが、そこをなんとか、許してもらうことは、できないでしょうか。できねえよ。嫁をやられたことだって、俺はできねえ我慢をしてるんだ。それなのに、今度は背後を狙ってきやがった。今回は許すことはねえ。わかりました。確かにその通りだと思います。二度もこんなことをしたんです。大地さんの好きなようにしてください。好きなようにって、親父、何かだ。気がついたか。気がつかねえままの方が良かったかもしれねえ。どういうことだよ。お前がやったことは、もう助けられることじゃねえってことだ。
なんで？おい京平、てめえには俺の女房と同じだけの苦しみ、いやその何倍もの苦しみを与えてからあの世に送ってやるから、そのつもりでいろ。え？どういうことだよ。うるせえ、静かにしねえか。俺は京平を殴ると幹部に電話を入れ、カジキの息子に女房以上の苦しみを与えた後、ドラム缶に詰めて沈めるようにと指示を出した。それを聞いたカジキ組長は鎮痛の面持ちだったが、京平は悲鳴を上げていた。京平を部下に任せると俺は病院へと急いだ。すると骨折しているということでしばらく入院することになった女房は個室に入っていた。だがドアが開くたびに恐怖が蘇ってくるのか、顔を引きつらせ身を縮めていた。大丈夫だ、ドアの外には護衛を配置してある。それに京平のやつは今頃ボコボコにされてドラム缶の中だ。そう、でもさすがに怖かった。殴られるよりもずっと怖かったのよ。そうだよな、守ってやれなくて悪かったな。無理よ、事務所を出たところで気を失わされたんだもの。背後から来られたらどうにもならないわ。前から来たなら叩き潰すことができたけど。ああ、お前なら負けなかっただろうな。でもな、お前がどんなに強くても所詮は女だ。本当なら俺がしっかり守るべきだったんだ。俺はそう言うと怖がる女房を抱きしめた。退院したらお前に護衛をつけるからな、それで安心していられるだろう。あなたがいつも一緒にいてくれたらいいのに。そうだが俺も仕事があるからよ。俺だってお前と一緒にいたいんだが。今まで見せたことのない恋女房の弱った姿に俺の心は大きく痛んだ。だが俺以上に苦しんでいる女房はとんでもないことを口にした。私が女だからこんなことになったのよね。女じゃなかったらよかったのに。やめてくれよ。お前が女じゃなかったら俺はお前と結婚できねえじゃねえか。俺はこの女を何が何でも守り抜くと誓ったのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は如月康之、ヤクザ組織如月組の組長だ。俺には24歳の娘がいる。俺の組で事務員でもやらせるかと思っていたら、大学卒業とともに一般企業に勤めてしまった。残業が多く帰りが遅くなることも頻繁だ。親としては心配なのだが、本人は全く気にしていない。ところがそんなある日、心配していたことが起こってしまった。その日も帰宅が遅く、深夜になってやっと帰ってきたのだが、娘の顔は腫れ上がり、体中が傷だらけで、妻が震えながら泣く、娘の手当てをしている。そんな娘を見ていて、これは何かあったと思った俺は、娘に事情を聞いてみた。めぐみ、何があった？もちろん、こんな状態の娘が喋れるとは思えない。だが、事情を聞かないことには、仇を討つこともできないのだ。
しかし妻はそんな俺に痛い視線を送り、今は無理だからと言う。それはわかる。何があったのかおおよその見当もつく。こんな時に何があったのかなど聞かれたくもないだろう。ならば仇を討たなくてもいいのか、やられっぱなしでいいのか。答えはノーだ。俺がそれを言うと妻は黙ってしまった。娘の気持ちもわかるが、娘をこんなにした相手を叩きのめしてほしいという気持ちもあるのだろう。めぐみ、何があったのか教えてくれたら、父さんが相手の奴らを叩きのめして地獄に落としてやる。辛いだろうが話してくれ。すると娘は引きつった顔を俺に向け、目に涙をいっぱいにしながら教えてくれた。いつものように終電で帰ってきて家の方向に歩き出したの。そうしたら後ろからついてくる気配がして、怖いから早足にすると後ろの人も早足になって、止まると止まってさ、だから途中で路地に入ったの。そこを通り抜けたら家はすぐだし。俺は眉を歪めた。そんなやつならば娘が路地に入ればこれ幸いに追いかけてくるはずだ。しかもその路地には街灯がない。誘い込んでいるようなものじゃないか。そうしたら後ろの人も路地に入ってきて。案の定だ。声をかけてきたの。こんな遅い時間に一人で歩いてたら危ないよ。走り抜けようとしていた娘の肩をつかみ、悲鳴も上げられないほど驚いたという。だが相手の男は優しくそう言ったそうだ。娘はその口調にもしかしたら悪い人ではないのかもしれないと思い、相手の言葉に返事をしたという。こんばんは。こんばんは。こんな時間に帰りなの？はい、仕事があるから。そう答えながらじりじりと前方へと進んでいったのだが、男はそんな娘を笑っていたらしい。大丈夫だよ、そんなに怖がらなくても。俺は何もしないからさ。ただこんな時間に若い女の子が一人だと危ないから、一緒に歩いてあげようと思っただけだよ。そうなんですか？おう、俺はそんなに悪いやつじゃないよ。大丈夫だよ。街灯のない路地だけに、相手がどんな顔なのか、どんな表情なのかがわからない。その上、相手の服装もわからないのだから、相手を推察することができない。私の早とちりかも。失礼なことをしちゃったかな。娘がそう思ったとき、男が口を開いた。こんな路地に入ったら、相手の思う壺だよ。ここがいつもの通り道なの？いえ、ここを抜けた方が近道だから。そう。毎日この時間に帰ってくるの？ねえ、だいたい。こんな時間になります。よほど忙しいんだね。そうですね。たまには遊びたいと思わない？遊びたいですけど、休日らしい休日もなくて。ブラックなんだね。そうですね。じゃあ今から遊びに行こうよ。ん？いいとこ知ってるからさ。男がかすかに笑ったのが分かった。それはゾッとするような笑いだったという。それでいながら相手は一人、たった一人なら逃げることもできそうなものだ。それなのに娘は足がすくんで動けない。いえ、両親が待っているので。こんな時間に帰ってくるのに駅まで迎えにも来ないんだろ？ということはそんなに心配なんてしてないさ。
大丈夫だと思ってるんだよ。だから気にすることはないよ。いえ、そんなことないです。早足になり、早く路地を抜けようとした。だが、男は娘の腕を掴んだという。悲鳴を上げ、その手を振り払おうとしたが、振り払うことができず、男の力の強さを痛感した。痛い。話してください。そんなに急がなくてもいいじゃない。夜は長いんだしさ。早く帰って寝ないと。明日の仕事に差し障りがあるので。真面目なんだね。だったらちょっとだけならいいんじゃない？ちょっとだけって？ちょっとだよ。どうせならホテルに入ってのんびり楽しみたいところだけど、そんなに時間がないならちょっとだけ。そんなに時間をかけなくても俺は楽しめるからさ。娘の体中を恐怖が走った。走らなくちゃ。走ってここを抜ければ街灯がある。だが街灯があったところで人通りなんてないのだ。もっと早い時間に帰ればよかった。何も今日中に終わらせなくても大丈夫な仕事だったのに。後悔が押し寄せたという。だが今さらそんな後悔が役に立つことなどありはしない。早く行かないと。ここを抜けたところが家なんです。引きつり乾いた笑いを作り、自分の家が近いことを知らせた。もちろんそんなのは嘘だ。路地を抜けてもまだ先がある。それでも男が諦めてくれればそれでよかった。ところが男が言ったのはそんな言葉ではなかった。そうか。だったらここでやっちゃおうや。は？ほら、言うこと聞けよ。簡単なことだろ。あんたらって経験がないわけじゃないんだろうしさ。嫌です。俺がついてきてるの知ってたんだろ。だからこんな路地に入ったんだよな。ってことは、俺のことを誘ってたってことじゃん？誘われてるのに、それに乗らねえなんて。あんたに恥をかかせるようなことは俺はしねえんだよ。そんなつもりじゃありません。だったらどんなつもりなんだよ。悲鳴を上げ、助けを呼びたくても声が出ない。やっと出てきたのはかすれるような声だった。助けて。助けてなんて今の状況には合わねえだろ。俺は無理やりやろうってわけじゃねえんだからさ。あんたが路地に俺を誘い込んだから、俺はあんたの誘いに乗ってるんだ。これは合意ってやつだよ。違う、そんなんじゃない。じゃあ、どんなんだよ。こんな暗い道を選んだのはあんたじゃねえか。そんなつもりはないです。男に腕をつかまれたままで、抵抗ができずにいると、男は楽しそうに迫ってきたという。その時、娘の脳裏に浮かんだのが、俺の言葉だったそうだ。暴漢に襲われたら、相手の股間を蹴るんだ。男はそれで動けなくなるからな。いいか、いざとなったら、股間だぞ。股間？だが、膝蹴りしようにも、それがヒットするかどうかわからない。万が一ヒットしなかったら、相手が逆上するだけだ。でも一か八かだ。そう思った娘は膝を思いっきり持ち上げた。ところが思うようにヒットせず、男は娘がやったことに逆上した。てめえ何やろうとしてんだよ。そう言うと娘の方にビンタを浴びせてきた。まるで破裂するような痛みが頬を襲い、そのまま地面に倒れ込んでしまった。それからは何が起こったのかわからない。痛みと恐怖で逃げることもできず、涙が流れるだけだったという。
男は娘を領辱すると満足したようにいなくなった。どんな男だったのか顔もわからないまま、男のおもちゃとなった娘は泣きながらバッグの中からスマホを取り出すと俺に電話をかけてきた。お父さん、助けてほしい。娘からの電話はいつもの元気な声ではなかった。何かあった、そう思った俺はすぐに車に飛び乗ると路地へと急いだ。路地の近くに車を止め、娘の名を呼ぶと暗闇の中で丸くなって体を固くしている娘がいた。俺は娘を車に乗せ家に帰ってきたのだった。そして今に至る。こんな辛い経験をした娘は体を震わせ俺に全てを話してくれた。そいつの名前とかどんなやつだったかとか何かわかることはないか。わからない、何もわからない。これでは相手を探すこともできない。俺はため息をつきはしたものの、何とかして犯人を突き止め、俺の娘を傷つけた奴を地獄に落とすべく考え始めていた。押し黙った俺を見て、妻が何とかなりそうかと聞いてきたが、俺は一言、任せろ、と言っただけだった。翌日、組事務所に行くと、昨夜のことを幹部連中に話した。娘は、小学生の頃から事務所に顔を出し、幹部連中とは顔なじみだ。大学生の頃は、暇な時間があると事務所に来て、掃除をしたり、お茶を入れたりと、こまめに動き、組員たちから可愛がられていた。そんな娘の一大事とあって、誰もが怒りを感じた。何とかして犯人を捕まえて、敵討ちをしてんだが、どんな奴だったかもわからねえんだ。俺が鎮痛の面持ちでそう言うと、幹部たちも押し黙った。犯人を特定する方法があれば考えてくれているようだった。その時幹部の一人が提案した。それはおとりを使うというものだった。だが相手は女を狙っている。おとりを使うといっても男ばかりの如月組だ。誰がおとりになることができるだろう。そこでまたしても悩んでしまったのだが、その時事務所に入ってきた者がいた。組長、郵便です。手に封筒を持ち、のんびりした顔のそいつは鎌田康夫。26歳の康夫は痩せ型で、女ほど背が低くはないが男らしいという感じでもない。言ってみればハイヒールを履いた女くらいの身長だろう。しかも可愛い顔立ちだ。いかにも今風の可愛い系男子ってやつだ。ああ、こいつなら。俺が安を見てそうつぶやくと、幹部連中がうなずいた。おい安を、ちょっとこっちに来い。はい、何でしょうか。お前、ちょっと回ってみろ。え、犬すか。嫌ですよ、犬の真似なんて。違う、とにかく回れ。回るのが嫌ならターンしろ。余計にわからないじゃないすか。いいから回れ。組長に怒鳴られ、なんでそんなことをしないとならないのかわからない安尾は、それでもぐるりと回ってみせた。ああ、そうだな。女装すれば十分女に見えるだろう。お前、女声出せるか？ああ、ネットで言われてる両生類ってやつですよね。これが案外できちゃったりするんですよね。
と話す安尾はそこそこ女に聞こえる声だった。すげえな、多少太い声だが女だと思えばいけそうだ。何の話ですか？お前、女装しろ。え？なんでですか？嫌ですよ。男ばっかりの事務所だからって、なんで女の格好をしないとならないんですか？事情を知らなければ、そういった返事が来るのも当然のことだ。俺は、安尾に事情を話してやった。ちなみに、安尾は俺の娘を知らない。幹部連中は娘を知っているが、それより下の連中は娘に会っていないのだ。だが、いくら面識がないとは言っても、組長の娘だ。組長の命令に背くことはできないのだから、俺が女装しろと言えば、答えにノーはありえない。いやいやながらでも、イエスと答えるはずだった。ところが安尾は、お嬢が暴行された？そいつはどんな奴なんですか？俺がめっためたのギッタギタにしてやります。え？こいつってこんなキャラだったか？俺、そういう奴って許せないんですよ。弱い女を襲って自分の欲望を満足させるなんて、どうして許せるんですか？そういう奴は息子を引っこ抜いちまえばいいんですよ。後で分かったことだが、安尾には妹がいて、その妹が暴行犯に遭遇し、娘と同じ目に遭わされていた。当時、まだ高校生だった安尾は、仲間を引き連れ、犯人探しを試みたが、結局捕まえることはできず、それから2年ほどして、犯人は捕まったということだ。そういう奴を野放しにするなんて絶対にダメです。そいつを捕まえるためなら女装だろうとなんだろうとやりますよ。絶世の美女に変身してみせます。こうして安尾に女装させることとなり、その夜から敵討ちの旅がスタートした。終電の時間が近づくと安尾は見事に女に変身した。組長どうすか？妹から洋服借りたんすけど。そうだな。まあ服装はいいが、いくら暗いとは言ってもそのままの顔じゃしょうがねえや。女房がもうすぐ来るからよ、化粧してもらえ。はい、了解っす。しばらくすると妻が来て、化粧をし、カツラをつける。出来上がった安尾は見事に女に大変身していた。なかなかのもんじゃねえか。じゃあ、そろそろ終電の時間だ。駅から、俺の家まで歩くぞ。はい、組長。そいつを見つけたら、ボコボコにしていいんすよね。ああ、地獄に脅してやれ。了解っす。この安尾、普段は明るく楽しい奴なのだが、いざ喧嘩となると、人が変わる。しかも、ちょっとのことで頭に血が昇るやつだ。そのため普段は自制するように言っているのだが、今回ばかりは自分を解放しても構わないと許可してある。つまりこれで犯人が見つかったら、今日がそいつの命日になるということだ。俺は部下たちを連れ車に乗り込んだ。駅から俺の自宅までの箇所ごとに数人の組員を配置し、いざとなったら飛び出せるようにしておいた。安尾は一駅だけ電車を使い、娘が降りるのと同じ駅で降りた。そして改札を抜けると辺りを見回し、ゆっくりと歩き出した。手にしているスマホは組員全員と通話がつながっている。話をするわけではないが、安尾の状況がわかるようにしていた。しばらく歩くと背後に人の気配がした。安尾が足を早めると背後のやつも早歩きとなり、止まると止まる。
組長、やつですかね。ああ、多分そいつだろう。じゃあ、一応やりますか。いや、それが間違いだったら大変だ。ちゃんと見定めろ。わかりました。小声でスマホに話しかける安尾は、俺の指示を受け、黙って歩き続けた。安尾、その先の路地に入れ。奴は喜んでついてくるはずだ。了解です。野草が俺の指示通りに路地を曲がった。すると後ろの奴も路地に入ってきて声をかけてきた。こんばんは。一見すると優しく柔らかな物腰に思える。だがいくら女声が出せるとは言っても喋り方でバレることもある。そう思っていた俺は、安尾にできるだけ喋らず、相手を見定めるように指示していた。こんな遅い時間に一人で歩くなんて、勇気あるんじゃないの？安尾は、女がするように、振り向きはしたものの、少しずつ前進していく。怖がらなくていいわ。俺は悪い奴じゃないから。君が、一人で歩いているのを知ってさ、一人じゃ怖いんじゃないかと思って声をかけたんだよ。だから安心して。男は自分は安全だとアピールしている。だが安全だと言いながらも安尾ににじり寄っている感じだ。ねえ、どうして一人なの？親が迎えに来るとかしないの？こんなに綺麗なお嬢さんなんだから、親が来なかったら危ないのにね。あんたの親は心配じゃないのかな。ということは、あんたがどんな目にあっても構わないってことか。それでも、だんまりを決め込む野草を見て、男は野草がよほど怖がっていると思ったのだろう。楽しそうな声に変わってきていた。どうせ誰もあんたのことを心配してないんだからさ。それなら遊びに行かないか？こいつで決まりだな。俺がそう思ったとき、安尾も同じように思ったようだ。行かない。ほう、かわいい声じゃん。やっと声を聞かせてくれて感動だな。なあ、一緒にいいところに行こうぜ。男はさらに安尾ににじり寄り腕を掴んできた。痛いから話して。一緒に楽しもうって誘ってんだからさ、逃げられたら残念すぎるじゃん。逃げないから。そんなのわからねえからよ。この道で女の人が襲われたって言うわ。それってあなたなの？え？おいへ。だったらどうなの？でもね、俺は襲っちゃいないよ。俺のは合意なんだ。野草が持っているバッグを持ち替えた。中には3キロのダンベルが入っている。へへ、怖がっちゃって、可愛いよね。そういう恐怖に引きつった顔っていうのがそそるんだよ。なるほどね。女を襲って怖がっているのを見て興奮する変態野郎ってことか。え？なんだよ。ずいぶんと強気発言じゃねえか。気に入ったぜ。ホテルに行って楽しもうぜ。それとも、ここで楽しんじゃうか？つまり、ここでの暴行事件。昨日もあったけど、あれはお前がやったってことでいいのか？うわあ、そうだよ。なあ、あんた想像してみろよ。襲われるっていうのは結構いいもんじゃねえか。非日常ってやつだよ。男は安尾を壁に押し付けた。まさかこんなに早くてめえに会えるなんてな。え？なんだよ。俺に会いたかったっていうのかよ。ああ、会いたかったさ。身もだえするほど会いたかったよ。嬉しいね。
だったら楽しもうじゃねえか。そうだな。たっぷり楽しみたいから簡単にあの世に行くんじゃねえぞ。ドスの聞いたその声に相手の男はたじろいだ。だがその時には遅く、安尾の膝が男の股間にヒットした。うわ、何しやがる。うるせえや、この変態野郎が。てめえに会いたくてうずうずしてたんだよ。てめえが女を襲って楽しんでたように、俺もてめえと遊びたかったんだ。するとやばいと思った男が逃げようとした。だが野草が逃がすはずはない。野草が持っているバッグが逃げようとする男の背にヒットし、それによって倒れた男の上に馬乗りになった野草は拳を男の顔面に打ちつけていった。やめてくれ、いれ、やめ。うるせえや。遊びたかったんだろうが、ん？楽しいか？楽しいだろ。なあ、楽しいよな。女をやった時と比べてどのくらい楽しい？俺は最高に楽しいぜ。だがな、こんなもんじゃ許せねえ。まだまだだ。これ以上やられては地獄に落とす前にあの世に行かれてしまう。俺はそろそろ安尾を止めるべく姿を現した。おい安尾、その辺にしておけ。組長、こんな奴に情けなんかいりませんよ。待て、殴り倒しても大したことはねえだろう。どうせなら地獄に落としてやるんだよ。やられた女たちは人生を壊されてるんだ。こいつの人生を壊してやらなけりゃ敵討ちにはならねえや。はい、わかりました。なんでこんなに強いんだよ、女のくせに。残念だったな。俺は女じゃねえや。てめえに会いたくてしょうがねえから女のふりをしてたんだよ。安尾はそう言うとカツラを取ってみせた。まさか男だと思っていなかった相手は驚愕の表情を浮かべた。そんな男にライトを当てていた俺は相手がヤクザだと思った。てめえヤクザだな。ああ、その通りだ。どこの組だ。そんなの教えるわけねえだろうが。そうか、本当に教えなくていいのか。てめえの息子が潰れることになるが、それでもいいのか。俺が股間を踏みつけると男は慌てて白状した。なんだよ、小林組かよ。小林組にはこんな変態野郎がいるのか。お前らもヤクザか。ああ、俺らは如月組だ。なんで如月組が出てくるんだよ。てめえが昨日襲った娘が組長の娘なんだよ。なんだと。さて、てめえが小林と分かったんだ。小林組の組長さんにお越し願おうか。小林組の組長だと。そいつはいいや。ああ、組長呼んでくれよ。そうすりゃあんたらが後悔することになるんだからよ。そうか、小林の組長が来て後悔するのが如月組か。こいつはいいや。俺は小林に電話をかけた。すると寝ていたのか眠そうな声の小林が出てきた。なんとも不愉快そうな声だ。よう小林さん。誰だ。如月だよ。あんたが驚くようなことがあるからよ。今すぐ三丁目の路地まで来てくれるか。如月、明日じゃダメなのか。まあ構わねえよ。ただし、あんたの組員小林和也がどうなってもいいならな。え、息子が。わかった、
すぐに行くから待っててくれ。その言葉通り小林はやってきた。だが暗闇の路地にボコ殴りにされた息子を見て絶句することとなった。これはなんで息子が。こいつはあんたの息子かい。ああ、その通りだが、どうしてこんなことに。それはよ、あんたの息子が俺の娘を襲いやがったからだよ。昨日のことだがな、ボコボコにされて助けを求めてきたんだ。どこの誰なのかと聞いてもわからねえってんで、こうしておとりを用意してみたら、見事あんたの息子が引っかかったのさ。俺の息子がこんなことを。カズヤ、てめえなんで女なんか襲ったんだ。商売女のところに行けばいいだろうが。それじゃスリルがねえんだよ。バカが、何がスリルだ。片木さんを襲うなんてとんでもねえだろうが。小林さんよ、本当ならこのままあの世に送ってもよかったんだ。だが聞けば小林の組員だと言うじゃねえか。だからこうしてあんたに連絡したんだが、俺は娘の人生をボロボロにされた。このまま済ますことはできねえ。確かにそうだ。襲われた女がまともな神経で生きていくことなんてできねえや。よかったぜ、物分かりがよくてよ。そこでだ、どうけじめをつけてくれるのか、そこを話したいのさ。けじめ、それは。あんたの見ている前でぶん殴って、あの世に送るか。だが、そんなことをされたんじゃ、あんたの中に残るのは、如月組への憎しみだけだ。そうなったら、今度は組同士の問題になりかねねえ。確かにその通りだ。だからどうする。親としてあんたはどうしてくれるんだ。いや、慰謝料で手打ちにしてもらえないだろうか。慰謝料、こいつはいや。だがその慰謝料誰が払うんだよ。あんたが息子の肩代わりをするってんなら、そいつは受けられねえや。甘いことをされたんじゃ、きっと同じことを繰り返すだろうからな。あ、いや、息子に払わせる。こいつがやったことだ。自分で何とかしてもらう。そうかい。だったら、金で解決といこうじゃねえか。なんだよ。俺抜きでなんで決めるんだよ。バカら。金で解決じゃなかったら、お前は命を差し出すことになるんだぞ。それでもいいのか。いやだ。さすがに命はねえや。女だって、襲いはしても命までは取っちゃいねえんだ。それなのに、俺の命は取られるなんて、そりゃ割に合わねえ。ほう、割に合わねえか。言ってくれるじゃねえか。すいません、バカ息子で。親からしたら、娘をやられたら辛いってのに、こいつは何もわかってねえんだ。この通りです。俺の育て方が悪かったばっかりに、とんでもねえことをした。どうか、金で頼みます。金を払うんだから、そんなに謝ることはねえだろうが。バカ野郎、てめえも謝れ。俺も殴られたんだよ。こんなにボコボコにされたのに、なんで謝らねえとならねえんだよ。バカ、どうしてわからねえんだ。どうしようもねえバカ息子だな。金が嫌なら、警察に突き出してもいいんだがな。まあ、暴行で2年ってところか。無所なら、男ばかりだ。てめえが襲った女たちの苦しみを肌で感じることができるだろうよ。
どうする？そっちにするか？俺が懇意にしてる警察官がいるからよ。暴行だけじゃなく傷害もつけてもらって重くしてもらったら何年になるんだろうな。それこそ無所から出てきた時には女に性転換したくなってるかもしれねえや。嘘だろ？本当のことだよ。金で済ますか無所にぶち込まれるかだ。金だ。そんなの金に決まってる。よし、だったら金で決まりだな。だったら3000万だ。3000万？ああ、安いだろ。親父、そんなに持ってねえよ。30万だってねえのに。バカ野郎が、なかったら借りるしかねえだろうが。借りる？だったら親父が貸してくれよ。どこから借りても同じことだろ。甘いこと抜かしてんじゃねえぞ。いいか、親に借りるのは NG だ。そんなことは許されねえ。だったら誰に借りろって言うんだよ。カズヤ、こういう時は金貸しに借りるんだ。金貸しなら3000万くらい簡単に貸してくれる。金貸しって誰だよ？清流金融でもいいし、川添金融でもいい。金利が安いのは清流だ。なんだよ、親父詳しいじゃねえか。だったら清流金融から借りるからよ。それで3000万は払ってやるよ。カズヤは金貸しから借りる怖さを分かっていないらしく、すぐに借りてやると息巻いていた。小林はそんな息子のために清流金融の金田に電話をした。するとすぐに白髪の男がやってきた。金田さん、俺の息子に3000万を貸してやってください。苦しそうにそう言葉を出す小林だったが、金田は至って事務的にことを進めていった。そしてすぐに3000万が送金されると、それが確認され、借用書にサインしてくれと書類が和也の前に置かれた。いいぜ、サインくらいお安い御用だぜ。内容を読むこともなくサインする和也。それをため息まじりに見る小林はバカな息子に頭を振っていた。金田さん、息子はどこに送り込まれるんでしょうか。小林が金田に聞くと、金田はモルモットだと答えた。モルモットってなんだ？実験の手伝いだ。なんだよ、そんなに楽な仕事かよ。それで本当に金になるのかよ。モルモットがどんなしのぎなのかも知らない和也は地獄へと落ちていった。あの一件以来、娘はどこにも行けなくなり、会社も辞めてしまった。家にいる時でも人の気配に怯えているのだ。これでは人生破滅しかない。暴行を受けるということが被害者の人生を壊してしまうということを痛感した。そんな娘のために俺は何ができるのか考えた末に、俺は一案を思いついた。おい安男、てめえは娘の護衛をやってくれ。安男ならば見た目は可愛い男の子だ。年齢的にも娘に近い。それでいて腕は立つため、暴漢に出会っても叩きのめしてくれるはずだ。お嬢が俺でいいならいいっすよ。なんなら
毎回助走しますか？そこまで望んじゃいねえよ。茶目っ気があり、明るく楽しい安男なら、買い物にも行けなくなった娘を何とかしてくれるのではないか。そんな気がした。俺の勘は見事に的中し、最初こそ部屋から出ることができなかった娘だが、徐々に庭になら出られるようになった。こうして野草がそばにいれば買い物にも行けるようになり、近い未来社会復帰もできるのではないかと思われた。働くなら今度こそ如月組の事務所で事務員だな。俺がそう言うと、娘は微笑みを返してくれるようになった。うん、一般企業だと安男さんがそばにいるわけにはいかないものね。その時はお父さんの事務所で働くわ。そんなに安男がいると安心できるか？そうね、彼は優しいし、どんなことがあっても守ってくれるから。この間も歩いていたらヤクザに会ったんだけど、とても怖くて。でも安男さんが大丈夫って言ってくれたの。だから大丈夫だったわ。まだまだ不安があるようだが、いつかきっと元気になってくれる。俺は娘の話を聞きながら、春が近いことを確信した。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は龍崎聡。高校を卒業して5年になる俺だが、ガキの頃は暴走族のグループにいた。だが明るい性格だったかというと、そんなことはなく、基本友達の話を聞いているだけのネクラだった。そんな俺も高校卒業し、一般企業に就職することもなく、お決まりのように親がヤクザということでヤクザになった。しかし俺がヤクザということは友達の誰にも話してはいない。そんなある日、高校時代の後輩から地元で飲み会を開くと連絡があった。先輩とはあまり絡みありませんでしたけど、たまには一緒に飲みましょうよ。そう言ってきたのは立木はじめ。俺より一つ年下で同じ族仲間だった。みんな集まるという言葉に乗せられ、昔のメンバーが集まるならばと俺は飲み会に参加することにした。そして当日ぜひ参加してくれというくらいだから、きっと楽しい飲み会になるだろうと期待して出かけていくと思っていたのとだいぶ違っていた。というのも参加人数は少なく、族時代の友人は一人もいない。いるのはまるで面識のない奴らばかりだ。おい、たつき、これはどういうメンバーなんだ？俺がそう聞くと、たつきは、今にわかりますよ、というだけだった。隣に座っている奴に聞くと、先輩から来いと言われただけ、という。では反対隣の奴はどうかというと、これまた似たようなもので、同級生だが、ほぼ絡みはなかったという。誰に聞いても、あまりタツキと親しくはない。それなのにどうして呼ばれたのか。ただ話してみて分かったのが、みんな物静かでおとなしい性格だ。俺は今でこそ誰とでも話すことができるが、学生の頃を顧みれば、人と話すことが得意ではなかったのだから、彼らと似たようなポジションだったのかもしれない。さ、みんな集まったところで楽しく飲もうぜ。タツキが注文を取り、酒が運ばれてくると、タツキが話を切り出した。みんな今どんな仕事をしてるんだ？一人一人に現在の仕事を聞いていくと、みんな同じように一般企業だ。職種はバラバラだが、目立つような職業ではない。工場勤務だったり、サービス業だったり、
あるいは清掃業だ。俺の番になり、俺はみんなと同じように工場勤務ということにしておいた。すると、たつきがニヤニヤと笑っていた。一体何が面白いのか。ということはみんな会社員ってことだな。さっきまで敬語だったのに、全員が会社員だと分かった途端のタメ口。ま、今日は楽しく飲もうぜ。おい、たつき、だから今日のこの集まりは一体どういう集まりなんだよ。共通点といったら学校が同じだったというだけで、年齢もバラバラじゃないか。いいんだよ、それで。まあ、新しい友達関係を作ろうっていう趣旨なら、これでもいいだろうが。お前が考えていることがわからないよ。気にすることはねえんだよ。酒が回ったら教えてやるからよ。どういうことなのか。酒が回らないと話すことができないとは。そういや、俺たちはみんな会社員だが、お前の職業を聞いていなかったな。たつきはどんな仕事をしてるんだ？俺か？俺はよ、ヤクザだよ。俺以外の全員が驚きの声を上げ、やばい奴の誘いだったと思ったようだ。お前はヤクザになったのか。まあ人生いろいろだからな。それもありだな。それで今日の参加費を集めなくていいのか？ああ、それも後だ。別にそんなに気にすることもねえだろ。これだけの人数で飲むだけのことなんだからよ。確かに10人程度の飲み会なのだから、一人1万もしないはずだ。いや、高くても1万程度だろう。共通点のない仲間が集まったとは言っても、酒が入ればそれなりに話は弾み、静かな会話が酒の力で賑やかになってきた。こうして会も終盤となった時、たつきが会費を集めると言い出した。じゃあ会費をもらうぜ。一人40万だ。全員がぎょっとした。さすがにそれは酔いが覚めるというものだ。一人40万だって？どうやったらそんな額になるんだよ。普通じゃねえか。こうして集まったんだからよ。好きなものを注文して好き放題酒も飲んだんだ。当然の金額だと思うがな。そう言って笑うたつきは、法外な金額を払えと言う。そんなの払えるはずないじゃないか。どんなに高くても1万くらいなもんだろう。1万でも高すぎるぐらいだぞ。何言ってんだよ。飲みに来たんだからこのくらいでビビってんじゃねえや。みんなを見ると困った顔をしている。そりゃそうだろう。みんなごく普通の会社員なのだから。あのな、たつき、飲みに来るくらいで40万なんて持ってこねえや。みんな財布の中に入っているのは1万あるかどうかだろうよ。それにな、40万だって言うなら最初にそれを言っておかないと払えるわけないんだから。おいおいおい、いい加減にしろよな。最初に言ったはずだぜ。俺はヤクザだってよ。ヤクザの俺が40万だって言ってんだよ。ってことは40万なんだよ。どうしても払えねえって言うなら、そこにコンビニがあるから下ろしてくりゃいいだろう。なるほど。そのつもりでこの店をチョイスしたわけか。いくらコンビニがあるとは言っても、一般人にとって40万といえば大金なんだぞ。うるせえよ。俺に盾つくと痛い目見ることになるぜ。脅しか？脅しじゃねえや。こういうのは忠告ってんだよ。何が忠告だよ。脅しだろうが。どう受け取ろうと、それは先輩の勝手だよ。とにかく金がないなら、そこのコンビニで下ろしてこいよ。ただし、逃げようなんて思うなよ。逃げてもてめえらの家は分かってんだからよ。なんなら会社も分かってるしな。さっきてめえらに仕事を聞いたのは逃げられねえようにだ。ご丁寧に会社名をちゃんと教えてくれるからよ。調べる必要がなくて助かるぜ。そういうことだったのか。ああ、そういうことだったのさ。金が欲しくて今日の飲み会を計画したってことか。その通りだよ。てめえらは陰キャの集まりだからな。いくら高校卒業から5年経ったとは言っても大して変わっちゃいねえだろ。ということは簡単に騙すことができると思ったのさ。本当に簡単だったよ。
ありがてえな。なるほど、穏やかな性格のメンバーを集めたのもそういうことか。穏やかといえば聞こえはいいがよ、単なる陰キャなんだよ。友達がいねえてめえらだから、こんなことがあったとしてもチクる先もねえだろうしな。ああ、まったく面白いよな。なるほど、確かに面白いかもしれねえや。みんな困ってしまい、どうしようかと相談している。40万なんて銀行にもないのだろう。おいおい、貯金もねえのかよ、ダメ人間かよ。だったらカードを持ってるだろう、カードで借りてこいよ、カードローンだ。確かにその方法なら金を借りてくることはできる。しかも側近で借りられるのだから、たつきとしてはうまいこと金を巻き上げることができるわけだ。しかしこう言っちゃなんだが、みんな高給取りというわけでもない。きっと毎日の生活も大変な連中だろう。そんな金あるわけないだろう。そうかよ、カードローンも嫌かよ。まったくわがままなのは困るよな。たかだか会費40万だってのに。だがどうしようもないってえなら、先輩の親に払ってもらいましょうか。親？そうですよ、親のところに行って40万を払ってもらえばそれで終わりだ。ただし親のところに行ったら親がボコボコになるかもしれねえがよ。親か。みんな親と聞いて困った顔になった。親まで巻き込みたくはないのだろう。だが俺は違う。親と言われてこいつは面白いことになりそうだと北総縁だのだ。その笑いをたつきは俺が困っていると取ったらしい。どう捉えたら笑っている顔を困っている顔だと思うのか。なんともご都合主義なたつきだが、俺はそんなことはどうでもよかった。さあどうしますかね先輩。そうだな、だったら親のところまで一緒に来てくれよ。さすがに財布にそんな大金はねえんだ。それとみんなの分も俺が払うからよ。よー、こいつは驚きだぜ。あんたらの分を先輩が払うってよ、よかったじゃねえか。そう言って笑うたつきだったが、みんなはそれでは申し訳ないと言う。確かに普通の神経なら申し訳ないと思うだろう。だが俺には公算がある。大丈夫だよ、家に行けば金はあるから。俺はにこやかにそう言ったが、みんなは金ができたら返すからと連絡先を交換することにした。感動的な話じゃねえか、仲間ってのはいいよな。何を言ってやがる、自分が根源だってのに。おいたつき、後で金は払うんだ。ここの勘定はお前が払えよ。ああいいぜ、全く問題ねえさ。たつきが金を払っている間に、俺はみんなに帰るように促した。こんなところにいたら、次には何を言い出すかわからない。できるだけ素人には迷惑をかけたくない俺は、みんなを店から追い出したわけだ。すると、ニヤニヤと笑いながらたつきが戻ってきた。なんだよ、他の奴らはもう帰ったのかよ。先輩を置いて帰るなんて薄情な奴らだな。そうでもないさ、俺が帰っていいって言ったんだからな。あんたもバカだよな、一人で全部被るなんてどこまで人がいいんだろうな。ま、俺はその方が面倒がなくて助かるがよ。そうかよ、もう二度と他のみんなに連絡するなよ。連絡しても来ねえと思うがな。さあどうだろうな、この俺様が連絡すれば来ると思うがね。たつきのやつは嫌な笑いを浮かべてそう言った。まあいいさ、金を払ったなら行こうじゃないか。親父も家にいるってことだしな。俺はそう言うと、たつきは嬉しそうに俺についてきた。やつの頭の中ではこれから大金を手にできる想像が巡っていることだろう。だが俺の頭の中では、こいつの顔が真っ青になり、焦りまくる姿が想像されているわけだ。
自宅に帰り着くと、そこは大きな日本家屋だ。たつきはまさかの大邸宅に驚いていた。ここがあんたの自宅か？ああ、そうだよ。金持ちのボンボンだったのかよ。さあな、金持ちかどうかなんて家を見ただけじゃわからねえよ。これだけ大きいんだ、相当な金持ちじゃねえか。だったらもっとふっかけておくんだったな。門をくぐると、俺が帰ってきたと若い衆が騒ぎ立て、幹部が家の奥から出てきた。下っ端連中は私服だが、幹部は全員スーツ姿だ。客人だ。客間に通しておいてくれ。すると幹部が頭を下げた。俺はさらに小さな声で、逃がすな、と付け加えると、親父と話してくるからと奥へと入っていった。たつきのやつは幹部に連れられながら客間へと案内されていったが、その間幹部に聞いていたそうだ。なあ、この家ってのはよほどの金持ちなんだろう？これだけの家だし、どこかの大企業の社長とかか？あんたらは会社の社員なのか？よう、なんとか言ったらどうなんだよ。どんなに話しかけても無言の幹部にイラついたたつきだったが、こんなところで騒いで金を取りっぱぐれたくはない。そこでおとなしく客間に入ったのだった。だが客間に入って思わず絶句した。広い客間の掛け軸には、任侠とある。その前には模造刀が飾られている。まるでヤクザの家じゃねえか。庭はどうなっているのかと見てみると、広い庭に眼光鋭い男がドーベルマンのリードを握り行ったり来たりだ。しかも時折客間の中を睨むように見ていく。これは俺のことを監視してるってことか？まさかな。まさかヤクザの家なんてことねえよな。いや、サトシのやつがヤクザの息子なんてことねえよな。あんなヘタレがヤクザの息子なんていくらなんでもありえねえや。きっと親父のやつもサトシによく似たヘタレなんだろうさ。まあ何にしても金さえもらえればいいんだ。俺はどっしり構えてやそれでいいのさ。タツキは自分を落ち着かせるように大きな深呼吸をした。一方その頃、俺は親父の書斎を訪れていた。親父、ただいま戻りました。おお、入っていいぞ。急で申し訳ないが困ったことになったんだ。どうした？俺はさっき会ったことをすべて話して聞かせた。たつきがヤクザで、伊藤組の下っ端ということも含めてだ。すると親父は馬鹿にしたように笑った。なんだよ、伊藤のチンピラかよ。まったくしょうがねえな。そんなくだらねえことを考えやがって。確かにくだらないけど、一緒にいた連中はみんな一般企業の奴らばかりで、40万なんて払えるような感じじゃなかったんだ。それなのに、カードローンを使えたの、コンビニで金を引き出してこいだの、あの野郎、ふざけたことばかり抜かしやがって。自分がヤクザだからって力を誇示してるから、他のみんなが怖がっちまって。それでお前が払うと言ったわけか？うん、申し訳ないけど、親父なら何とでもなるだろう。そりゃあな、そんなネズミに負けるわけはねえや。だから頼むよ、あいつを叩きのめして後悔させてくれよ。そうだな、ちょうど暇してたところだ。いいだろう。親父はそう言うと、金庫の前に行き、中から400万を取り出した。え、金を払うのかよ。まあ見てろよ、この400万がいくらになるのかな。そう言うと幹部を呼び、今の話をすると、たつきをどう料理するのか話して聞かせた。話が済むと、盆に400万を乗せ、幹部がその盆を持った。そして客間へと入っていった時には、優に1時間は過ぎていた。
待ちくたびれたのか、スマホを取り出し遊んでいたたつきは、背筋を伸ばした。伊藤組のヤクザなら、竜崎組の組長である親父を知らないはずはない。さて、どうなるかと見ていたが、たつきはまるでわからなかった。ところが、幹部を見て驚いてる。確かに幹部の顔はいかつく、頭章もある。どう見てもやばい世界の住人だろうと思う。俺はこの顔になれるまでは、毎回会うたびに怖い思いをしたものだ。そのため、たつきの顔は引きつってしまった。待たせたな。いえ、あの、なんだ？ここはヤクザの家？たつきが聞きたいのは、ヤクザの家なのかということなのだろう。だが、口を滑らせて怒られては、せっかく大金を手にできるのにと、ためらいが出たのだろう。俺はそれを察して、たつきに教えてやった。そうだよ。うちの親父は、竜崎組の組長だよ。え、嘘だろ？本当だよ。組長に見えないのか？いや、そんなことはないが、ただ、サトシ先輩がヤクザとは感じが違うもんで。ああ、なるほどね。確かにそうかもしれないな。でも、後取りだから。あんたがヤクザなんてできるのかよ！さあ、どうだろうね。そんなことより、金だろ？ああ、そうなんだけど。たつきは無言で、腕組みをしている父をチラチラと見ている。組長と聞いて、何か思うところがあるのかもしれない。さて、お前らの話は落ち着いたか？はい。じゃあ本題と行こうか。はい。飲み会の会費が一人40万欲しいんだったな。はい。10人分必要だと聞いたが。はい、そうです。まあ、飲み食いしたのは事実だし、そういうことで出席したのだから、払うのは当然だ。そうなんです。地と高いとは思うが、全国制覇した竜崎組だ。その程度のことで、死の後の言いたくはない。さすがです。おい、金を出してやれ。親父がそう言うと、幹部がテーブルに400万が積まれたトレイを置いた。そこに400万ある。持っていくといい。命が惜しくなかったらな。え？トレイの金を見て喜び、親父の言葉を聞いて出そうとした手が止まった。命が惜しくなかったら？ああ、当然だろ。何せたかが仲間内の飲み会じゃないか。ヤクザの宴会ならそのくらいの会費もあるがな。居酒屋だろ。普通に考えてねえや。そんなもの1万円でも高いくらいだ。なあ、そうは思わねえか。それともあんたは40万の会費の飲み会に参加するのか？いえ。そうだよな。だがもう出ちまった飲み会だ。文句を言ってもしょうがねえだろう。はあ、なんだ？命が惜しくなかったら、というのは。その言葉の通りさ。ヤクザにこんなことを仕掛けたんだ。そうだろう？そうですよね。今回はなかったことに。どうしてだ？命は惜しいので。それでも回避なんだろ？それはそうなんですが、あれ40万なんて必要なかったような気がします。俺の勘違いだったような。そうかい、勘違いかよ。勘違いなんてのはどこにでもあるもんだよな。そうなんですよ。だがな、ここまで来て
金もあんたの前に用意してるんだ。勘違いでしたじゃ済まねえだろ。この龍崎が金も払わねえようなしみったれだなんて言われたらメンツに関わるんだよ。いやでもそう酒の上の冗談だったんですよ。冗談なのでもらうわけにはいきません。そうかい、冗談だったのかい。冗談でここまで金を取りに来たってのか。冗談が過ぎたようですね。だから今日のところは帰りますんで。飲みすぎてやりすぎちまったようです。たつきは親父の命が惜しくなかったらという言葉を聞き、この金を手にしたら最後だと感じたらしい。だが親父は許さなかった。帰ろうとするたつきに怒鳴りつけたのだ。持っていけって言ってんだ。あんたはここまで集金に来たんだ。ちゃんと持ち帰ってもらわねえとこっちとしても困るんだよ。お互いヤクザ同士だ。金のやり取りがどれほど大事かはよーくわかっているだろう。もちろんです。親父に怒鳴られ立とうと腰を浮かしたのに、結局また座り込んでしまった。さあ持って行ってくれ。そんなはした金でとやかく言われるわけにはいかねえんだ。はい。そこまで言われたら持っていかない方が恐ろしい。そう判断したらしくて、400万をポケットにねじ込んだ。はい、いただきました。ありがとうございます。よし、全部ポケットにねじ込んだな。はい、いただきました。そうかい。ところで、お前の組はどこだ？ヤクザならどこかの組に入っているんだろう。伊藤組です。そうかい、伊藤組か。伊藤組だと喋らせると、親父はおいと幹部に言った。すると幹部は全てを了解したようにはいと返事をし、部屋から出て行った。なるほどね、伊藤組か。ところで組織の名を口にしたら組長に迷惑はかかるっていうのは分かってのことだよな。え？そりゃそうだろう。この龍崎に喧嘩をふっかけたようなもんだ。それで言いながら組の名を口にしたんだ。どうなるかは想像がつくだろう。たつきの顔色がみるみる青くなった。まさかそんなことになるとは思ってもいなかったという顔だ。お前さん、この俺にそれだけの金をふっかけたんだ。無事に帰れるとでも思ってたのかい？いや、そういうつもりで組の名を聞かれたなんて思ってもいなかったもので。親父はニヤニヤと笑いながら、たつきを追い詰めていく。22歳のたつきには、到底太刀打ちできる相手ではないのだから。追い詰められていくのも当然のことだ。そこに幹部が入ってきて、親父に何やら耳打ちした。すると親父はうなずき、たつきを見た。ところでてめえはどうしてその金が欲しかったんだ？ただ欲しかったわけじゃねえだろ。何かの事情があったはずだ。それは、こと と次第によっちゃ許してやってもいいぜ。本当ですか？ああ。あんたは俺の息子と同じくらいの年齢だろう。はい、俺の方が1年若いんです。そうか、1歳下ってことだな。下のやつが先輩をカモにしようとしたわけだ。いえ、すいません。だから話してみなよ。どういう理由があったのかをよ。実はギャンブルで一発当ててやろうと思いまして、ところがやればやるほど金がなくなっていって、次こそ当ててやると挑戦してたら生活することもできなくなって、金貸しから借りたんですが、やっぱりギャンブルにつぎ込んじまって、気がついたら400万になってたんです。それでどうにもならなくなって、先輩や後輩を集めて飲み会を開き、その会費に1人40万か。
10人集まれば400万だもんな。しかもおとなしい奴らばかりを集めたってことか。はい、そういうことです。全員会社員だと思ったのに、その中にサトシがいたわけだ。はい、ですから今回400万を返したら二度とギャンブルはやらねえと。そう思っていたってことか。はい、そうなんです。てめえは本当に二度とやらねえと思うか。え、そういうやつってのは同じことを繰り返すもんだ。まあそんなことはいいや。てめえがこの先どんな生き方をしようと、それはてめえの勝手だからな。だがな、そんなくだらねえ身勝手な理由で俺の息子をはめたってのは許すことができねえや。そんなことと次第によっちゃ許してもいいって。ことと次第によっちゃな、てめえが遊びたいがために作った金なんかでどうして許すことができるんだよ。すいません、申し訳ありませんでした。どうかこの通り。たつきはなんとかこの場をやり過ごすために、ここは謝って終わりにしようと何度も頭を下げたが、父は決して許すとは言わなかった。すると隣との襖が開き、たつきの後ろに立った男がいた。それは伊藤の組長だ。鬼のような形相で拳を固めた組長はたつきを睨みつけた。たつき、てめえはなんてことをしてくれてんだ。その声に振り向いたたつきはさらに窮地に追い込まれた。組長。話は聞こえただろう、伊藤さんよ。はい、聞こえました。まったく、なんてことをしてくれたのか。よりにもよって龍崎組の坊ちゃんをはめるなんて、とんでもねえやつです。確かにな、いくら龍崎の息子だと知らないとしてもやっていいことじゃねえや。しかもサトシ以外は全員おとなしい仇さんだ。仇をはめるってのはやっていいことじゃねえ。その通りです。だったらあんたはこいつをどうする。俺はこいつに400万を渡しているんだが。他の仇さんからも踏んだくろうとしたってことですか。ああ、その通りだ。それを全額サトシが受けて400万だ。こんなことされたら、ヤクザの風当たりが強くなっていか。その通りです。組長、ヤクザの風当たりって言っても、ヤクザってそういうもんじゃないですか。何言ってんだバカ野郎。最近はヤクザも生きづらい世の中なんだ。できるだけ目立たねえようにするのがセオリーだ。そんな、ヤクザの世界にもセロリーがあるなんて知りませんよ。バカ、セロリーじゃねえ、セオリーだ。おいおい、そんなこともわからねえで、この先こんな奴を抱えてたんじゃ、伊藤組も大変だな。こいつはどんなに教え込んでもダメだろうよ。とは言っても、伊藤さんがどうするかは、伊藤さんの勝手だ。俺はこいつの件、どうけじめをつけてくれるのか、それだけだ。はい、実のところこいつはまだ杯を交わしていない半端者です。ヤクザとは言っているが、ヤクザにもなれないヘタレなんです。俺としちゃじきに組を出ていくと思っていました。つまり自称ヤクザってやつかよ。そうです、出ていくと言われりゃ引き止めるつもりもありませんでした。要するにあんたはこいつがどんな男なのか見抜いていたってことか。まあそんなところです。ですがここまでひどいバカだとは思いませんでしたが。本当にな、
じゃあこいつがどうなろうと、あんたには関係ねえってことだな。はい、その通りです。よーし、おい、こいつを袋にしろ。親父がそう言うと、廊下に待機していた部下たちがドヤドヤと入ってきた。手には棍棒を持ち、やる気満々だ。おいおい、庭でやれよ。座敷を汚されたんじゃたまらねえからな。すると男たちはたつきを引っ張り出し、庭でボコ殴りにした。しばらく庭で殴られ、悲鳴ともつかない声が聞こえていたが、それも聞こえなくなると、親父がストップをかけた。もうその辺でいいだろう。あんまりやると処理が面倒だ。すいませんでした。助けて。龍崎の怖さがわかったか？わかりました。じゃあ命は助けてやるよ。その代わり、お前にやった金は返してもらおうか。どうぞ。たつきはポケットにねじ込んでいた400万を引っ張り出すと、地面に置いた。だが親父はそんなものでは許さなかった。おいおい、この龍崎に返す金だぜ。渡した額をそのままなんてことが許されると思ってるのか。え？龍崎を馬鹿にするのも大概にしろ。いくらでしょうか。丸の数が違うんだよ。4000？その通りだ。4000万。できるじゃねえか。4000万なんて、400万だってねえのに。そうか。だったら借りてでも払うしかねえな。借金が増える。そんなの無理だ。そんなの知るかよ。てめえの問題だろうが。頼む。400万だって返せねえのに、4000万なんて借りたらどうやったって。そうか。そいつはかわいそうだよな。その400万はどこで借りてるんだ。消費者金融。そうか、まともなところで借りてるってことか。まともっていうか、はい。だったら話は簡単だ。その400万もまとめて清流金融から借りればいいのさ。そうすりゃ全部で4400万だ。返す場所は一箇所だから、面倒なこともねえ。あとは紹介されたところで働けば、万事丸く収まるんだ。でも、どこで働くって？心配するなよ。金田が高額バイトを紹介してくれるからよ。てめえは返済のために働くだけのことだ。おい、金田に電話して客がいると伝えろ。親父はそう言うと、ボロボロになっているたつきに、よかったな、と声をかけていた。金貸しの金田がやってくると、その場で4400万を借り、元から借りていた400万を一括返済した。おかげで金利はパク上がりとなり、今までは法定金利だったものが、これからは即一都一の上に、10日で1割の金利を払い続けないとならなくなった。まさかこんなことになるとは思っていなかったたつきは、海外の談笑宿へと送り込まれ、見事に地獄に落ちたというわけだ。その後、俺はあの時の連中と再会した。みんな40万を作ろうと頑張ったようだが、そう簡単に作れる金ではない。結局、申し訳ないけどと言いながら、数万円を俺に渡そうとしてきた。もちろん断ったのだが、みんなはどうしてなのかと聞いてきた。俺は奴が一般人をはめていたことが組長にバレて、海外の仕事に飛ばされたと教えた。するとみんなが、ヤクザでもいい人もいるんだな、とヤクザの評価は爆上がりとなった。おかげで俺の鼻も高くなったが、俺がヤクザということは話してはいない。こうして俺たちは思わぬところで同じ痛みを分かち合った仲間となり、今でも時折集まっては静かで楽しい飲み会を続けている。
もちろん会費は1万なんてかからない。ささやかなものだ。それでも友人が増え、俺たちは幸せにやっている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。